んか壊れそうガタガタ言ってて、そんな入れたっけって思うけど入れたらしい。あ、なんか洗濯機がめっちゃ暴れてるの、パン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 ってやばいでしょ。溜めすぎ？いやそんな溜めたわけじゃないんだよ別に。ちょっとだけね溜めたって言っても本当に2日分ぐらいしか溜めてない。メイド服とかがあったからわかんないけど、ちょっとすっぴんなんですけど一旦コンシーラーしたから肌の凹凸は消えた気がする。凹凸じゃない、余分なものは消えた、消した。コンシーラーだけでいいや、コンシーラーだけで終わり。こんばんは。洗濯機を回してる。今日はね、あ、ごめん、なんか今日さ本当はさなんかカラオケで配信するとか言ってたけどさ、なんか前日にマネージャーさんに言わなきゃいけないんだけど普通に言うの忘れてて、だから明日になった。明日の8時からやります、カラオケ配信、カラオケボックスコスプレ配信って感じかな。今日の日程的には今日2時間半やる。3時間は今日はちょっとやんない。ちょっと待って、やばい、うわなんか目に入ってきた、痛い。どっから来たの、あ、これか。そう、今日はゆいたんと、さっきゆいたんとアサイボールを食べに行って、今もう部屋着、早いでしょ。もう寒い、今日めっちゃ寒くて、もう寒すぎて、なんかもうなんか寒いとさ、なんかさ、なんかなんて言うんだろう、なんか寒いとさ、なんかなんか人間に会いたくなる寒いと人間に会いたくなる現象が起きてさ、めっちゃ寒かった今日。外カラオケしそう、忘れたんですよ。もっくんさんだ、浮気しに来た。またインスタの投稿のコメントしてね、好きな衣装教えてほしい。みんな、みんなはどういうのが好きなのかなって気になる。メイドカナが可愛くてニヤニヤした。さてメイドの時ばっか来る。カトマルさんハートありがとう。山椒さんお化けありがとう。今コメントしてきた、嬉しい。ホーリーさんありがとう。山椒さんありがとう。水を通さない連行的なものがあると頑張る。いやない気がするな。レインコートは出てないな。って感じなんです。そう、ゆいたんとアサイボロ食べて熱いお話をしてきた激熱お話。そう、まあ、ゆいたんとはいつもいろんな話をするんだけどね。そう、それで話してきたよーって話。ちょっとクマみたいになっちゃった。ノーミラーメイクでたくさん話してきたよって話。 OK、 やばい、クマみたいになっちゃったじゃんまあいっか。黄色の衣装ね、カナオも黄色の衣装結構好きかもって思った。好きかも。山下さんありがとう。ベースボールクラブメイド配信は昨日やったからもやんない。こちらすべて隠す、え、もうすべて消えた、顔のいらないものが。ダースさんお化けありがとう。メイド服はおしゃれ着洗いじゃない、え、そうなの、普通に洗濯しちゃった、やばいかな。これ涙袋書いたやつでやったから大丈夫かな。まあいいか。ダースさんありがとう。ドーナツ嬉しい。サラマンダさんドーナツありがとう。なんかみんなに言いたいことあったんだよな。あ、生誕祭来てた、間違えた生誕祭の受付始まってるので生誕祭来てくださいってことを言おうと思ったんです。そう、ハロウィンだから洗濯機の中に開く、そういうこと。親父さんありがとう。サラマンダーさんありがとう。お化けありがとう。サラマンダーさん嬉しい。親父さんドーナツありがとう。サラマンダーさんありがとう。お化けお疲れ様です。お疲れ、昨日の夜にそう思ってた。何が申請しろって。眠いです。あー洗濯機が終わったけどめんどくさい。サラマンダさんありがとう。カラオケ料、そう、昨日、あ、今日さっきそのなんだっけ、あのゆいたんとアサイボール食べ行った後に、そうゆいたんとバイバイして
で自分はラーメンを食べ行ったんですよ。なんかもう本当になんかわかんないけど、今結構ね、まあね、なんかもうストレス溜まってるから。いやもうこれはかなだけじゃなくてみんなだと思うんだけど、だから爆食いしてきた。無の表情でずっとひたすらラーメン食べてた。コスプレでカラオケとか最高やん。サラマンダさんお化けありがとう。まこさんサラマンダさんありがとう。人恋しそう、人肌恋しい、人肌恋しい季節。うわ、友達といつも手組んで歩いてたな冬。懐かしい、高校時代懐かしい。今日久々に高校の友達から連絡来た。なんかかなう様を録画面にしてる写真が送られてきた。マジ頼むよって言われた。そう、頼まれた。うん、なんか結構いろんなの信じていろんなのしてきたけど、何もいいこと起きないから、これが最終手段って言ってた。ホーリーさん、サラマンダさんが、え、今日寒かったよ。サラマンダさんお化けありがとう。いい玉の広さ。そう、ハッチさん、サラマンダさんありがとう。メイドカナのこと考えてた。サラマンダさん、山城さんありがとう。激アツなんだ、気になる。激アツなんだ、何が。あ、お話の内容、お話の内容は大丈夫。でもいつもゆいたに相談乗ってもらってんだよね自分。インスタメイドのキャナ宇宙よかった。キャナ宇宙、キャナ宇宙っていうの、リアチューとのコンビ。初めて言われた。そう、インスタいいね500万回ぐらい押してね。ストーリーさっきのあった、帰ってからだけど、今日も美人な可能が見れて嬉しい。ポン最初で最後の生誕、俺からお願いだよ。え、最初で最後の生誕祭なんて言わないでよね、俺からのお願い。え、全然最初で最後の生誕祭だよ。普通に全然最初で最後だよ、だからみんな来てね。ゆいなと仲良し。昨日のメイクはすぐに落ちた。落ちたかも、クレンジングが強いからかな。キッチンさんありがとう。となつカラオケって今日じゃなかった、申請し忘れました、ごめんなさい。そう、リさんお化けありがとう。メイド衣装は自前、昨日のやつ。え、カラオケはメイドで歌わないよ。やだよ、メイドで歌うわけないじゃん普通に。あら、メイドは自分で買ったよ。イルミネーションいつ一緒に行こうか。イルミネーション行かないよ。なんでサラマンダさんと行かなきゃいけないの。浮気者とはイルミネーションなんて一緒に行きませんよ。安部ドーナツありがとう。タニアンさんありがとう。鈴木清隆さん、安部ありがとう。平日だっけ、木曜日かな生誕は。安部よし、ありがとう勝さん。でももう明日の申請はしたので明日確定です。安部勝さんありがとう、嬉しい。安部真子ありがとう。何ラーメン、え、あのなんとかの王将みたいな、なんとか王将みたいなやつ、めっちゃ私目が取り、うん、そう、普通になんとか王将系いった。ハッチさんありがとう。お化け、アサイからラーメンで、アサイ、いやそれな、アサイ食べた意味、普通に。いや、アサイは普通に味わいに行った、めっちゃ美味しかった。山地さんドーナツありがとう。裸そうか、え、お断り。山岡屋は食べたことあるけど、なんか床がツルツルしてた。山地さんレモンスターありがとう。ワイもかな待ち受けにしてる、嬉しい、ありがとう。ピスケさんドーナツありがとう、嬉しい、かなうだよ。生誕申し込んだ、ありがとう。生誕みんな来てね、絶対に来てね、絶対に来てね。山地さんだるまありがとう。かな中だとかな、川中バスあるか、うん、何それ。こんばんは。最後メイドのカナリア帰った、嬉しい、ありがとう。マジに最後の生誕祭、来年行くね。あ、じゃあ来年会えないね、バイバイ。トムトムさんドーナツありがとう。メイド服ではカラオケしないよ。何メイド服、やだみんなそうやってメイド服ばっか、メイド服メイド服って気持ち悪いよ。申請忘れないようにっていうの忘れた。うぃーん、今日やりましたもん。かわいいだけじゃん。え、待って、やば、ガンダム TV 見たい。
俺とイミネーション見に行ってあげないよ。やだよ全然。カラオケは新章、どういうこと、新章、新章でどういうこと。そう、大阪王将系かな。リさんお化けありがとう。山岡屋のそう床がツルツルしてたことがよく記憶に残ってる。なんかオールして山岡屋行ったこともあったよね、高校生の時に。友達とオールしてお泊まりしてて、オールしてそのまま山岡屋行ってラーメン食べた記憶ある。めっちゃ美味しかったかも、わかんないけど、あんま覚えてないな。山岡屋そんなしょっちゅう行くわけじゃない。一番手の方がよく行く。そうだからセーターさん来てほしいよ。生誕祭でりりりんりりんりんりりりん。ほう、まああれだよね、普通に STN でいるカナが好きだ、好きでいてくれてる人の方が多いよねきっと。おはよう。そこをなんとかできません。だってもう嫌だもん、ここのなんか何したいかが分かんないもん、じゃあんまり。普通にさ、そう何したいかが分かんない、上の人たちが。だからそう、可愛いだけじゃダメですけど、ちょっと見ればよかったな。まあ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 、 STU ではないかもしれないね。メイドック可愛かった、ありがとう、嬉しい。メイドックね、なんかもう途中から慣れてきた。マジ最初恥ずかしくてさ、更衣室出るのも嫌だったの結構。リア充と二人で、やだ恥ずかしい出たくないねとか言ったらさ、出たら全然普通にさ、あのお話し会待ってる場所にさ、めっちゃさいろんなコスプレの方がいてさ、なんか馴染んだわ結構。コスプレカラオケしない、トランプ衣装、時の住処って浜松にあるの。え、御殿場しか知らない。今年は絶対御殿場の時の住処に行くんだ。そう、絶対に行く、行きたい。普通に去年行ってないな確か。勘違いしないでほしい、メイドが好きなんじゃなく、メイドの服の金が好きなの、誰でもいいわけじゃない、これとか言って、これみんなに言ってるから。もう信用しない、私人間信用するのやめた最近。おはよう。俺をストレス解消に使ってもいいよ、カナダのストレス改善されるなら。え、されないよ普通に。みんなだって、みんなのことは大好きだもん。みんながいてくれるのはすごい嬉しいです。てかさ、カナダも話し会完売した。みんなお話し会来て、カナダの話し会。二人きりで生誕祭するわけないだろう。ライモさんあとありがとう。フラワー衣装、ボタニカル衣装似合うね。そう、あれフラワー衣装って言うらしいね、めっちゃ可愛い。エッチじゃなくてもホレスジ、え、嬉しい、ありがとう。二人でやると勇気出るよね、勇気出る。そう、恥ずかしくない。御殿場庭、御殿場庭じゃない、そんなひょいとはいけないかな。実家に近いわけじゃないから御殿場、たまに行くぐらい。アウトレットとか時の住処でも冬はよく行ってた。時の住処大好き、イルミネーションめっちゃ綺麗なの、よく行ってた。友達とか家族とかいとことかとめっちゃ行ってたけど、去年は行ってない気がする。時の住処マジ去年お金カツカツだったから静岡帰れなかった。普通今年はたくさん帰るぞ。アイドルになって人間不信になってしまう、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あのメイドッグをひなのちゃんも着てて驚いた。あ、なんかダースさんの X で見た、あれ色違いあるんだね、あっちの方が可愛かった。浜松の時の住処フルーツパークやな。フルーツパークって何、フルーツ狩り。なんかあんまうち浜松の方わかんないんだよね。ライオボさん、王冠さんありがとう、カンちゃん、エートルさん、みんなありがとう。みんなドーナツありがとう、嬉しい。
そう、花の庭ドリプラマジでそう、いやマジでそうじゃない、ドリプラそんな行かないわでもドリプラは結構なんか自分で行ける範囲、時の住処とか御殿場って結構電車で行くの大変じゃない、わかんないけど、私はドリプラ結構さ、清水駅とかで降りてさ、清水で降りてバスとかシャトルバスとかで行けるから、ドリプラはよくでもないけど行くけどさ、御殿場はどうやって行くの、電車で行ったことない、いつも車でしかないか、ねえ、トリプラポリプラドリプラエスパルストリームプラザ、あそこのハンバーグ美味しかった、行こうかな、またタタタタ餃子しか知らないや、餃子どういうこと、かなちゃんごめんよ、生誕公演の日の休み調整苦戦中、助けて、助けてあげる、絶対に休ませてくださいって言えばいい、そういう時は、じゃないと僕は体調不良を使ってても休みますって言えばいい、ハワーツフルーツパークっていう施設があるんよ、マコさんファイトありがとう、来年の社長になってくれたら、ね、どういうこと、社長どういうこと、どういうこと、ちょっと理解不能です、不能、逆に御殿場より神奈川東京の方が行きやすい、え、行きやすいかも、神奈川東京、やばい、神奈川行きたくなってきたなんか眉毛がなんかさ、なんかお前眉毛おかしいよね絶対まあいいや、ミスった眉毛、御殿場神奈川東京の方が行きやすい、御殿場なの、御殿場電車で行ったことない、本当にわかんない、御殿場の行き方あんまわかんない、山っていうイメージあるし、待って箱根行きたい、めっちゃ箱根行きたいんだよね今、ててて浜松エスパルス昇格、はあ、予防注射大嫌いかな、一番打ちたくないのに、やだな予防注射嫌いなんだよ、ね、注射痛いんだよ注射、エスパルス昇格したのか、ライボスハートありがとう、ハンバーグなんてファミレス違う、なんかあそこで食べたハンバーグめっちゃ雰囲気好きだし、なんか美味しかった、めっちゃじゃじゃーんじゃーんじゃーん、やばい、なんか人生楽しくなってきた、なんかもう1周5周ぐらい回ってさ、ストレスとかじゃなくてさ、普通に人生楽しくなってきた、5周回ってかなり厳しいと、頑張ってみて嬉しい、みんな来てください、本当に来てほしい、生誕、え、なんでみんな逆に来てくれないの、いいの来なくて、本当にいいんですか、いいんですか、お話し会も来てね、お話し会の話するとこのコメント欄みんな止まる、どうせみんなお話し会には来ないんでしょ、どうせ、かんちゃんお化けありがとう、御殿場線、そう御殿場線もね、もうそうやってかなのことを引き止めるくせに、お話し会には来ないんでしょ、どうせもしかしたらみんながカナオのお話会来てくれたら、もしかしたらカナオは辞めるの辞めるかもしれないよ、まあわかんないけど、そんなの一発でいいのになんだよなって、何、あ、そういうこと、注射は泣かないよ、私注射泣かないもん、痛くない、でも普通になんかやだ、なんか怖い、注射するときなんか嫌なんだよね、なんか怖いんだよね、泣かないけどね、でも12歳だから普通に、うわーやばいな、爪がちょっと綺麗にしよう、復縁楽しみだな、まあまた楽しみなことがあるけど、注射刺さるとこめっちゃ笑えてこない、え、なんか注射刺さるときなんか私さ、なんかこの例えばこっちに注射刺すとするじゃん、そしたらなんか痛みをなんか分散させたくて、こういうところにこうやってずっとこうやって爪でこうやってやってると、なんかこっちが痛くなくなってくるのね、注射打たれてるときに、だから気づいたらこっちがなんか血だらけになってるの、やばくないってことがよくあるんだよね、めっちゃ、そう、そんな感じ、
東さんドーナツありがとう。おはよう。休み取っていきますよ。ありがとう。本当にもう大好き。来てくれる人大好き。生誕祭来てくれる人は大好き。一生仲良しでいいよね。一生一緒にいてね。人生は楽しんだもん勝ちだよ。え、そうだよ本当に。だから人生楽しむよこれからも。今も楽しんでるよ全然。もはやこの意味わからない状況を楽しんでます。平日は生誕祭申し込みありがとう。交通費プリーズ。交通費プリーズ。なんだと。私たちみんなより多分お給料もらってないよ普通に。かなうちゃんはわかると思うけど、そんな簡単に休めない仕事ないよ。そうだよね。でもテリーさんには感謝してるよ。ずっとすごい嬉しいよ。たくさん会いに来てくれるし。かなうちゃんと話すの楽しいよ。嬉しい。かなうみんなと話すの楽しいお話し会。お話し会通じる。ありがとう。あつしさんこんばんは。やっはコメント読むって言ったでしょ。ありがとう。11月30日は追加したで。ありがとう。11月30日待ってるね。じゃあ11月30日待ってるかな。オンライン。お話し会と今日好きな話するとコメ欄止まってしまう。本当だよ。なんなん。アボカドさん、ダースさん、マピナピさん、あ、間違えた、アボカド名前戻ってなかった。ありがとう。おばけ嬉しい。キラキラ100投げ完了。ありがとう。オンラインお話しかありがとう。こちらこそありがとうだよ。コメント読んだよ。こんばんは。もうこれはこれから愛しようかな。これからもうあのお話し会来てくれる人だけのコメント読もうかな。だって配信無料でやってるんだよ私。ボランティアだよほぼ。配信するのは楽しいけどさ、こっちはお話し会売らないと上に行けないんですよ普通に。だからいつまでもこんななんかことしてられないなと思いまして。普通にね、本当にもう配信は無料なんですから。この無料配信、いでかなの無料配信を見れてるってことはちょっとでもかなに貢献してよ。切り抜きとか作ってくれたりとか。当選メール来てた。大阪嬉しい。ありがとう。待ってるね。お話し会取るぞ。大阪のサイン会待ってます。生誕祭企業参加させていただきます。来てください。ハチさんヒッチハイクで来て。あ、そうヒッチハイクで来る。確かにヒッチハイクで来ればいい。ノスタギオか。うちの車ないけど。カナウニアの1年ぶり。久しぶりだよ本当に。久しぶり。会えて嬉しい。エトルさん確かに最近さ配信もさなんか鍵薄めでさ悲しかった。もうちょっとコメントしてよって思ってた。ずっとおはよう。ゆうさんレモンスターありがとう。嬉しい。そう自転車で来たらいいよきっと。無料だよ。東京さんドーナツありがとう。あつしさん KT さんおばけありがとう。あつしさんドーナツありがとう。 KT さんありがとう。おばけその言葉だけで十分です。今年入ってから思うように会えてなくて申し訳ないけど大好きだよ。ありがとう。本当に大好きは伝わってます。ありがとう。いつも応援ありがとう。あつしさんドーナツありがとう。川さんこんばんは。なんかいつも話し会でやべえ話しかしてない曲。マジで昨日やばかった一番。昨日の話が一番やばかった。私過去一やばいと思ったもん。上なんか見てない、なんか誰も見てないなと思って。オンライン話しか一番自由にできるから。そうマジでおもろい。終わんない話し会。昨日はね本当にねどうねおもろい。うわっ待って。ええー、たま
チャタワーありがとうだよ。かぼちゃタワーありがとう、あつしさん嬉しい。お話し会も楽しかった、ありがとうね、本当にありがとう。お話し会もそう、本当にね嬉しい。タワー、タワーめっちゃ嬉しいよ。私たちタワーとお話し会が一番嬉しい、本当に。そう、一番嬉しい、このね、本当にタワー、タワー結構マジで嬉しい。私はありがとう、しかも今イベント参加してるしね。そう、ありがとう、あつしさん本当にありがとうございます、嬉しい。たくさんライオさんハートありがとう、カラちゃんに声できるようにありがとう、カラシ大根さんお化けありがとう。そうだよね、ごめん、謝んないで、たまたくさん謝んないで、会いに来てくれるから嬉しい、初見です、やっほ。大阪でやったらさんお会いできるか、確かに。あつしさんレモンスターありがとう、たくさんありがとう、嬉しいよとっても。なかなか会いに行けなくて、大丈夫だよ全然、もう嬉しいよ。たまたくさん先輩にありがとう、アボカドさんベースボールクラブありがとう、あつしさんありがとう、カレーサイコ先越しさんありがとう、しないけど ST で一番仲良し、みんな仲良しです。自分のメールとか X とかインスタ見てくれてる方分かると思うけど、その辺に出てくる人たちはみんな仲良しです。そう、運が良ければオンラインが1対1で話せるから、そうなんかさ、結構さこの配信とかだと内緒事話せないじゃん、なんか内緒事内緒事普通にさあんまり大声で言えない言葉とかさ、言葉じゃない、言えない話とかをさ、あのお話し会はできるからいいよねってめっちゃ思う。ね、それが楽しい。辛い毎日なんとか頑張ってください。今日もありがとう、カリさん質問の権利が生まれた、そう、タワー投げたら質問の権利が生まれる。ありがとう、あつしさん嬉しい。おさか来る、おそばせながら誕生日を、おそばせ誕生日11月2日遅ればせながら、あ、そういうこと、先早く送ってよってことね。そう、11月2日の誕生日ありがとうね、あつしさん嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、タワー、そして昨日のお話し会もありがとう、ショールームたくさんコメントしてね。あなたがリクエストに答えて私の生きる希望ください、どういうこと、どういうこと、タワーと話し会ハッピー。そう、あこさん、アボカドさんありがとう、鼻つまんで1分間息止めて来てくれたフォローと感動し、は？どういうこと？なんでそんなことしなきゃいけないの？全然意味わかんないからしない、死ぬも1分も息止めたら死なせたいの？かなえちゃんの会話だわと話しかしそう、なんもう嬉しい本当に。だって結局はさ、こうやってさ、なんかお金かけて自分に会いに来てくれてる人がいるわけでさ、たくさんお金使って自分に会いに来てくれてる、会いに来てくれたりさ、こうやってタワー投げてくれたりとかする人がいるからさ、やっぱさ、その人たちにはさ、その人たちには特別、特別にしたいよね、特別だよね。いつもかなちゃん近いになくて、大丈夫だよ、彼氏さんこそ来てくれて嬉しい。吉川さんペンライトありがとう、そう、仲良し継続女です。吉川さん千万里ありがとう、そう、秘密話、そう、お話し会秘密話できるのがいいんだよね。秘密話ってなんか怪しいな。あ、やっほー、やっほー、はるちゃん学校の友達誘って生誕行くよ、今コールの特訓させて、特訓させといて、誰よりもでかい声出させといて。やったー、ありがとう、なんか嬉しい、なんか学校の友達誘っていくとかめっちゃ嬉しいんだけど、うちマジでさ、本当にさ、女の子のさ、ファンがさ、ファンの方々がさ、もうさ、本当にさ、そういうことしてくれて嬉しい、みんなで拡散希望してくれてありがとう、バラ嬉しい、ありがとう、はるちゃん、タワー投げないと質問できないの、そう、どっかで同じこと言ってた、じゃあいいや、まさぴょんかわいい、ありがとう、嬉しい、嬉しい、かわいい、もありがとう、たくさん
アボカドさんベースボールクラブありがとう。11月30日少なかったからお話し会追加しとこう。ありがとう、みんな待ってるね。私はもうこれから、もうこれからっていうか、もう別にもうそんな長くないから、長くいないから別にどうでもいいんだけど、そう、こうやってかなうによくしてくれてる人にかなうよくしようと思いました。今日よく考えてみた。そう、だってさ、やだもん、好きな後巻聞いてきたりする人の相手するのもやだもん。好きな後巻なんですか。そうっす、そうなんですよ。サイン会楽しみだな。どんな感じなんだろう、気になる。自分も痛い、顔痛い。マスノリさんドーナツありがとう、嬉しいだけ。ててててててて、特訓特訓、かなうちゃんが手痛くなるぐらいには買いました。ありがとう、サイン会マジで。自分の手壊していいよ、みんな。初見し新井さんとこでも同じ文章でした。さあ1分間止めてください、息。何がしたい、どういうこと、何が見たいの。1分間息止めて何が見たいかな、なんか理由を説明してくれたらやってあげるって感じだけど。おはよう、あ、やっほー、つしみさん、シュー、やばい、シューなった、さりげなくさえね、楽しみ。かなちゃん好きな人を大切に。そう、大阪のサイン感音楽しみかな。もうこんばんは、あすのれさん、ありがとう。かなうちゃんの最近の話し会はマシンガントークにならなくてちょっと寂しい。マシンガントークするね。じゃあなんだろう、なんかもう自分さ、もうなんかもうなんかわかんない、なんか自分がわかんなくなってきた、普通に。なんかもうわかん、自分わかんないしさ、普通になんかもうさ、だからもう自分なんか、自分さ、マイカー入ったけどそんな喋るタイプじゃないんだよなとか思ってさ、なんかなんか喋るタイプじゃないなって。公演 MC とかでもさ、うちちっちゃいで喋るのは好きだけど、みんなで喋るのそんな好きじゃないからさ、 MC とかで口突っ込むの好きじゃないからさ、なんか合わないな、なんか合わないっていうかさ、なんかうちちょっと違うなって思う最近。だってだってうちそんなさ喋らないもん、うちおしゃべり上手じゃないしって思った。配信ではこんなうるさいけどね。キシンさん、ハートありがとう。で、好きな後巻きなだったの、あ、たわまってます。バスナルさん、ありがとう。好きな豆乳なんですか、たわまってますはっきり長くいいんでショルームで言う、どういうこと。バスナルさん、タッカーありがとう。村山さん、ありがとう。サイン会楽しみ。かなもサイン会楽しみ。人生初めてサイン会、サイン会、サイン会、サイン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 会。そう、なんかもう、なんかもう疲れてきちゃった、普通に。なんかもう、なんかもう全てに疲れた、今日は。今日っていうか最近、息を止めて息する心を感じたいんかな。そう、息をして、あ、そういうこと、息を止めて息する心を感じたい。確かに、ちょっと確かにとか言ったけど全然理解できてない適当なんだから。まさのりさん、タックありがとう。結婚してありがとう。まだかなり新規なの、え、新規じゃないよ、新規だよ、嬉しい、ありがとう。でもかなのことはずっと好きでいてね。腹つまねと手比べはどっかに現れる。なんでなんでなんで、何が気になるのそんなに。腹つまんの何がおもろいの、腹つまんで。でも顔見れるだけで、会えるだけで幸せ。ありがとう、そんなこと言ってくれて嬉しい。たっくんありがとう。お化け遅刻タイプだと思ってた。そう、私あんま喋らないしさ、なんか本当になんかさ、なんかマイカーにいるとさ、なんかすごいさ、なんか虚しくなる。なんか、あ、うち喋んないのに自分何をしてるんだろうってずっと思う。別にそんな元気なタイプでもないしさ、自由に生きてるだけだからさ、なんか自分が元気でいたい時は元気でいるけど本当に疲れてる時はもう本当になんも元気じゃないし、ずっとこんな、ずっとこんなんじゃないし、テンション高い時はテンション高いけどって思うとさ、なんかさ本当になんか、うわ、自分無理してるなって思う、めっちゃ
喋るスポーツユニットの意味の意味合いでの推薦かもよ。じゃ喋んなくていいかな。もう喋れないから本当に私も。言わされたセリフを言うことしかできないからうち。で、もう最近それで疲れた。なんかすべてもうすべて疲れた。そう。ロボロビさんありがとう。頭の回転早いと思うことある。そうでもステージの上になるとうちマジぼーっとしてるから。カナンの息の根を止めに来てる。え、怖っ。殺そうとしてたってこと。先輩が一人に行かない。どういうことどういうこと。で、前川さん、キカさんにいるから一人になるスタジオにおいでよ。そうで、前川多いよね、サンキ。しかもさ、自分だけさ、その中でさ、なんか押されてない人間だからさ、普通になんか、なんか結構さ、辛いよね、人生。そう。それがね、ちょっとなんか、なんかやだ。3期3人の中で自分だけ、そう、なんかめっちゃ押されてるわけじゃない人間だから。運営に。だからなんかそれがちょっと、嫌だなってめっちゃ思う。ライモンさん、ハタありがとう。かなちゃん、自分が中心じゃないと喋れないタイプだと思う。そう、なんか自分からいけないんだよね。自分結構自分からつっかかってきれないんだよね。なんかわかんないけど、なんて言うんだろうね。なんかこうさ、配信とかでさ、コメント来てそれに返してるとかめっちゃ楽しいけど、配信とか楽しいけど、ライブとかになると喋れなくなるんだよね。なんか自分の話題で喋ってくれたらそれは嬉しいけど、そう、あんまり多分喋るの得意じゃないんだなって最近思う。なんか友達と LINE とかしててもマジでなんか日本語大丈夫みたいなもんばっか使ってて、まあ、LINE するのはなんか普通に、なんか LINE はねめっちゃ得意だから、 LINE は得意とか意味わかんないけど、そう、なんか友達とかにめっちゃ言われる。かなコミショだよって自分で言うと、え、 LINE コミショじゃなくねみたいな、めっちゃ言われるけど、めっちゃ結構コミショな。そう、なんか LINE はコミショじゃないんですよ、当たり前だけど、打つだけだからね。かんちゃん、ライボさん、ありがとう。わかるわ、自分本当は真面目なのに常にはしゃぐイメージ。え常にはしゃいでるかと思ってた。そう、真面目だよね、うちも真面目なのにさ、なんか真面目でなんかさ、そう、なんかでも最初はさ、結構さ、自分可愛くないし、なんか、いや、自分のね、初期の考えね、自分の初期の考えは、自分の主義の考えは あれだったんだよね。自分なんかマジでなんか可愛くないから、顔がね、そもそも顔でバズれる系、顔で人気になれるとかそういうの思ったことないし、そうじゃないから、なんかそうじゃないから、なんかちょっとでも自分のなんかいいところを増やそうと思って、なんか結構さ、はしゃいでたけど、はしゃいでたっていうか、なんかそう頑張ってたけど、もうね、もういいかなって感じ、ちょっと。そう、最初からしっかり王道で行けばよかった。王道で行ったらさ、なんか王道で行ってさ、こう王道で行ってさ、可愛いとこだけを見せてればさ、なんか変に期待されることもなかったしさって思ったら、なんか悲しくなってきた。路線ミスったと思って、だから次アイドルするときはしっかり考えてやろうと思いました。おやじいさん、レモンスターありがとう、嬉しいな。たっくんありがとう。お化け、上に負けるな。痛みに負けるな。上に負けないですよ、負けない、負けないけど、普通になんか一番の権力持ってるの運営だからね、うちら何もできないですよって感じなんですよ。ねえ、私疲れちゃった、普通に。最近さ、口の横にこういうのできて嬉しい。太ったからかな、わかんないけど、なんかエクボみたいなのができるようになった。僕はかなちゃんしか推してない。ありがとう、そんなこと言ってくれて、大好きだよ。かなのこと大好きで、いてくれる人には大好きです。かなのこと大好き、言ってくれてる人には大好き。
運営は何がしたいんやろうと思う。さすがにかなちゃんに同情する味方です。だよね、私もなんか運営の人が何したいか分かんないしさ、なんか普通になんか大丈夫って思っちゃうなんか SE のこと大好きだし SE にいたいと思ってたけどさ、曲とかね、いろんなのが好きだから。でも運営がなんか分からなすぎてさ、なんか普通にさ、こっちだってさ、なんか自分の人生かけてここにいるのにさ、なんかそれをさ、なんか普通にそういう気持ちで思ってないよねって思う。運営の人とかってうちらのアイドル人生何だと思ってんだろうってめっちゃ思っちゃう最近で、何考えてんのか分かんないことが多くて、なんかね、STU じゃなくてもいいのかもって思ってしまう私は最近。なやぼさんありがとう。お化け嬉しい。オムライス食べてくれる人募集してよ。カナオ言ってあげて。食べたいけど私ラーメンとチャーハンとアサイーボールと餃子をさっき食べてきたんだよ、一気に1時間ぐらいの間に。もうお腹いっぱいポコポコ得意。ポコポコ。ネット弁慶、何ネット弁慶、ネットで喋れる女。たっくんありがとう。お化けシュードーナツありがとうもうシューで慣れさせよう脳みそ。アボカドありがとう。ベースボールクラブ少したまたま話しただけで可愛くて明るい雰囲気になりました。ありがとう、そんなこと言ってくれて。運営に文句ある人かなちゃんの話し会変えましょう確かに運営に文句ある人、本当にかなの話し会さ、一緒にさ、一緒に語ろうよ一緒に語ろう。言いたいことがある人かな、それ全部言ってあげる大人の人にあーおもろい。そうだからちょっと文句ある人さ、あの X で引用リポストでさ、よく文句書いてる人いるじゃん。ショールームを運営で決めたらどうですかとかさ、運営もショールームで決めたらどうですかとか書いてる人、マジでさ、うちそれ言ってあげるからさ、あのさ、お話し会待ってますかなことずっと好き、ありがとう。かなみんなのこと大好きだよ。からし大根さんどうなった、ありがとう。山吹さんお化けありがとう。そうめっちゃ食べた、チャーハン食べた、なんかセットみたいな、餃子とチャーハンとラーメンのセット食べて、めっちゃお腹がいっぱいで、もう本当にしんどい、お腹がいっぱいすぎて。でも歩いてきたからオッケーって感じ。洗濯物臭くなってないかな。結構食べましたよ。オムライス入るか。いや絶対入らない。オムライスにも結構苦しいよ自分、本当に。もうラーメンとかもさ、もううってなりながら食べてた。ずっとおにぎり、あ、おにぎりはもういらない最近食べてないおにぎり。なんかでもね、なんか食べたいな、お腹空いてきたな。てんでもなんか最近太るからダイエットしてて、そうダイエットしてて自分だから、ダイエットしててとか言ってラーメン食べた人がダイエットしてても意味わかんないよね。ダイエットしてるんだけどね、だから一食しか食べないけど、ラーメンで終わり。まあ、ラーメン食べてるし終わりなんだけど、普通にもうシューって言われたらドキッてするじゃあシューの方がいいよ絶対名前。たまたまさんお化けありがとう。そこをやめて他のグループで再活躍してる人が多い、全ての答えと思うの。マジでそう思う。普通にみんな諦めてさ行ってるんだよ違うところに。なんでそれはさ、それ上の人は分かんないのかな。そろそろなんかメンバーと上の人がさ同じさ、なんか目標に行ってないと意味ないよね。ねって感じです、まあ、他のグループの方がやりやすいし、なんか自分の好きなアイドルなのかもしれないしね。バババババババ。そう文句ある人、それは買いたい人と口説く人、本当待ってます。同じくフルコンボ、オムとライスに分ければ別腹だよねそう私さ、でもオムライスがさそんな好きじゃないんだよね。こんなこと言うのあれだけど、あんま行かないの。卵の星とかさめっちゃ高校の頃行ってたけど、最近あんまオムライス食べない。なんだマック食べたい、唐揚げぐらい入りそう。やっぱマック食べたい。うわー最悪、マック食べたいのが言い出した。唐揚げも入らない、信じられない。真の辛ラーメン、うわ辛ラーメン食べたい。オムライスいけそう。
なんかマック食べたいな。マジで最悪だよね。わ、最悪、なんかもうやだ。結構今ストレス溜まってるんだよ本当に。もう悩み事多いしさ、なんかもう悩み事多いしさ、なんか悩み事多いしさ、なんか悩み事多いし、なんか悩み事多いし、なんかもう疲れたしさ、めんどくさいしさ、なんか今あんまりさ、なんかあんまり、なんかあんまりモチベない、めんどくさいし、なんか何もしたくないし、レッスンも行きたくないし、だって STU で頑張る意味が分かんないもん自分って思ったら、なんかもうなんか全てがめんどくさくなってきた。トトラさんありがとう、バケトムトムさんありがとう、ライモさんベースボールクラブありがとう。かな、今日5時、早くない？朝早かったよね。なんでだと思う？なんでだと思う？正直かなちゃん、自分を大切にしないとね。そう、自分を大切にしたい、もっと自分を大切にしてさせてくれる環境にいたい。かな、なんとかする、おはようとか挨拶ぐらいの意味。ん？どういうこと、どういうこと、かな、ダイエット、あ、ダイエットする、おはよう、そう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 、そのぐらいの意味。本当にダイエットする気はあんまりないっていうね。あきおくさん、レモスターありがとう。ラーメンはつゆまで飲み干す派？いや、なんかね、結構さ、なんか、え、これマジで、これもさ、まあ、ST 入ってからなんだけどさ、本当にさ、なんかアイドルっていろいろ大変でさ、ついにさ、なんかもうストレスはさ溜まるじゃん。でさ、なんかさ、なんかマジでさ、もうなんか嫌すぎてさ、本当に一時期さ、なんかラーメンも食べられない時があってさ、でその時からなんかつゆとか飲まなくなった。本当にみーぽんめっちゃ長文の ALT 上げてて、あの年ですごいと思った。なになになに、長文の ALT 上げてたの？死んだうち食べたいでござ。メンバーがガラじゃないさが人なないかな。メンバーが多いからしょうがないんだけどね、うん、まずなんか STU、 なんかなんだろうね、なんか瀬戸内以外、うちらってお仕事もらえないじゃん。岡山の子は岡山の仕事がもらえて、山口の子は山口の仕事がもらえる、そういうのがあるけど、うちらはそういうのが一切もらえないから、なんか別にいてもなとか思ってきた。うちはそういうのがやりたいけど、なんかできないやんと思って、その出身の子たちがいる時点で。トリッチ食べたい、山、あ、読んでくださいってこと、タワー投げてください。食べてストレス発散してる。寝た時間ブブー、そう、昨日寝たのはでも3時とかかな、3時とかに寝たかな。もう最近悩み事ありすぎてさ、なんかもう友達とかにさ連絡してるとさ、もう夜そんな時間になってるの。本当に悩みしかない、悩んでも仕方ないんだけどね。めっちゃ早起きだった。そう、今日出勤したから体調悪いのって聞かれたから、推しの調子が悪いって答えた。めっちゃおもろい。推しの調子悪いですよ本当に。もう夜も寝れないぐらいにはさ、ちょっともうやばい、今調子悪すぎる、不調。え、待って、最悪。え、待って待って、今日何日、うわ待って、やらかした絶対。結構やらかした人生かも、最悪マジで。あ、よかった、危ない危ない、危な、日にち間違えたかと思った。なんかさ、普通にさ、なんかもう、え、なんかの応募、あ、なんかの応募じゃない、ブログじゃない、病院予約したんだよね。普通にさ、なんかちょっとさ、なんかさ、なんか顔可愛くしたいなと思ったからさ、ちょっとなんか肌なんかしようと思ってさ、なんか病院予約したらさ、なんか肌普通にさ綺麗にしたくてさ、この辺とか、だから病院予約したらさ、なんか忘れてた、それ。あ、でも違ったけど、日にち間違えた、今日じゃなく。危な、なんかありがとう、その体調不良を防衛してくれ。OKP さんありがとう、ドーナツ。いくら自分でモチベが上げる方法を見つけても、運営が子供を潰しに来てるか。そう、いくら自分でモチベを上げる方法を見つけても、運営がことごとく潰してる感。そうなんです。
なんかこんなのね、なんか楽しくないよアイドルしてて今、全然全然楽しくないアイドルってって今思っちゃってる。だからなんか楽しいアイドルが楽しいって思えるところでアイドルがしたい自分は。塩分かな、残った汁にライス入れて全部食べよう。そうでもなんかさ、なんか TikTok やりたいっていう相談とかもしてて、なんかなんか TikTok やるならなんか何年をやめさせないとかなんかそういうのを言われるとさ、あ TikTok もやりたいしもうやめたいしとかさ思ってさ、もうどうしたらいいか分かんなくてさ、夜な夜なもう悩んでる、ずっと一人で。ね、体のためにね絶対その方がいい。フェスめっちゃ呼ばれてるのはいいんじゃないの。うん、フェス呼ばれるのはいいんだけど、でもフェスって結構みんな呼ばれてるくない。瀬戸内で好きな食べ物は、うん、マグロ。まるまるさんありがとう。かぼちゃラーメン美味しすぎて、今日気づいたらおにぎり食べてるかなちゃんの絵描いてた。それもう恋だよ、恋恋です。キュン、嬉しい、そんなみんなかなのこと思ってくれて。オナピードーナツありがとう。ケンタッキー、ケンタッキー何、そう夜寝れない本当に、もうめっちゃね、友達とかにもずっと相談してる。そう、ポイント10個やばい、なんかの応募じゃない、あ絶対ハメにしてるよね、受け直っ乗ってない。なった。他のファンの人にかなでちゃんがブログしてて偉いって褒められたよ、嬉しい。でもさ、そうやってさ褒めてくれるの嬉しいよ。でもさ、そうやって褒めてくれるとさ、うちも頑張ろうっていう気持ちになるけどさ、なんかブログをさ毎月さに1ヶ月に2回絶対に出すっていうルールがあるけどさ、それを守ったところで別にファンが増えるわけでもないしさ、それを守ったところでなんかさ偉いとか言われる、あの運営の人にさ偉いとか言われるわけじゃなくてさ、なんかもうめんどくさくなってきた。それならうち別に投稿しないしって感じ。なんかルールだったのにみんな投稿しなくなったけどさ、3期生ルールみたいな。だからさ、なんかもうめんどくさくなってきた、全部なんかもう全部がめんどくさい今は。肌キラありがとう。顔可愛くしたい病院整形じゃないよ。そう、ね、ブログね、ブログももう悩み、もう全部悩み、全部が全部悩み最近。オナピードーナツありがとう。ST48 でラーメンぶつくろう。一番入りたい、それ鳥の日か。そうっていう悩み、もうたくさん悩みあって、もうたくさん悩みあって、早くこの悩みから早く解放されたいんですよ自分は。うーん、でもどうしたら解放されるのか分かんない。何がどうなったらこのイライラを解放されるのか分かんない。ちょっとだからもうこれから毎日 TikTok ライブしようかな。ショールームやめた、やっぱショールームやめた。 TikTok ライブするからうちのこと TikTok で見つけて。ソロではアイドルはしたくないかな。ソロでアイドルするぐらいのアイドルはしないかも。でもこの世にはたくさんいろんな魅力的なグループがあっていいなって思うグループが多いですよね。てかなんかアイライフ炎上してるよね。昨日それずっと夜中見てた、調べてた。大変だなと思って。タタ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 タ。褒められると俺も嬉しい。ありがとう。そんなこと言ってくれてありがとう。毎日かなの考えていたいから毎日かな投稿もするね。ありがとう。嬉しい、はあ、なんかもう疲れた、もう疲れた、眠い眠い、寝たい寝たい寝たい。何時だろう今。
9時か、まだ9時か。10時になったら配信応援しよう。10時前に。9日ナイトクルージにガナちゃんとお話できるといいな。ハーフツインしたいな。かなちゃんがの豆さんは素晴らしい。メールもたくさんありがとうございます。そう、なんかさ、普通に撮ってくれるのありがたいしさ、その人たちのためにさ、私はたくさん送ろうって思うけどさ、なんかもうさ、なんかもうさ、なんかさ、そういうことをしてなくてもさ、なんかそういうことしなくてもさ、なんか別に売れる子は売れるしさ、 STU でなんか押される子は押されるしさ、そういうの考えたらなんかもうやる気失せてきた。ふう、カナがメールちゃんと毎日7つ送ったらお話会完売するとかだったら、毎日さ、うちメール送ってるのに、ちゃんとこれからも送り続けるけど、カナちゃんのまみさんは素晴らしい。メールもたくさんありがとう。こちらこそありがとう。カナのブログ毎回ボリュームたくさん嬉しい。ありがとう。他のメンバーで相談すら受けてもらえないって言った子いた。いろいろ謎よね。相談すら受けてもらえないの。私も相談別にしてないよ。受けてもらえないもん、うちも。相談はしてないよ。友達に相談してるだけ。別に運営の人に相談してるとかじゃないよ。ね、ブログに静岡で講演した絵描こうかな。それだけで5行ぐらい埋め尽くそうかな。僕を好きなだけ叩いてください。おりゃ、おいと見つけるのが大変。おいと、おのっぴーさん、いいんですか。そうだよ、いいんだって。いいんですか、いいんですか。なんか炙られてし、黒いそうね、思った。一番の時に写真撮ってもらったよ、まいちゃんさんに写真撮ってもらった。黒フェスの時、実は先にみんながメイクしてる間に、ちなみに私も黒フェスの時に、ね、結構ハブられてたからだからみんながメイクしてる間に行ってアイライフ見て、なんか大人の人がついてきてくれたから、アイライフの昴生さん見て、で写真終わり、なんかその次にうちらのステージだったから、すれ違う時に写真撮ってもらった。めっちゃ可愛かった。顔ちっちゃっ、あれこせそう。ポメラミアン、ポメラミアン、トメラリアン。もうすぐ1時間、まだ1時間経ってないのか。どんなかなちゃんでも見てると幸せになる気持ち、ありがとう。コロコロボーイ、ST 悲しく押してないし、カナの魅力本当に気づいてほしい。そんなこと言ってくれてありがとう、嬉しい。初代推しも同じように並んで悩んでたけど、誰誰誰、なんかむずいよね。TVer からの通知。うわ、もう明日もレッスン行きたくないな。なんかもう全てのやる気を失った、最近。あまり力に なってあげられなかった。あらま、そういえば洗濯もあった。あー、もう洗濯も干さなきゃいけない。もう打つ、マジで打つ、マジで。こんな打つ、うちを打つにした STU は許さない、絶対マジ打つになる最近よく。アイライフかわいい。その写真見れますか。見れる。いつか、いつかあげたいと思ってたけど、もうあげてなかった。ずっとあげよう、あげようと思って、いつもさ、あげようと思ってさ、サラピさんとのツーショットと、さやかりんさんとのこの前福岡で撮ってもらったツーショットもさ、あげようと思ってさ、あげてなくてさ、あげようかな今日。今かなちゃんに元気出してもらおうとうさみにつけて、え、待って、おもろいんだけど。うさみみ、え、現体制、
えどういうことだった、そこまで追ってないんだけど。私昨日の夜必死に調べて友達と電話しながら、って言いながら調べてたんだよね。普通に普通に夜中とかさ X さ夜中とか X ね見てるけど、いいね押さないように、いいねとかリポートしないように気をつけてる。泣いちゃうこんなの。私この子めっちゃ可愛くて好きなのに。まあ人生いろんなことがありますね、本当に。かわいそうみゆぽん、本当に。でもみんな、なんかメンバーが辞める理由っていろんな理由があるからね、かわいそう。めっちゃいい子やん。うちだったら文句書いてた。偉いな。洗い物しない。
あ、なにこれ、ダーリッチのこの子かわいい、いいのさ。やば、めっちゃ真剣に見てたら配信したこと忘れてた。大変だね、いろいろ、みんな。インスタ公式紹介してもらえなかったのあかん、おかしいよ、普通にあかんっていうか、もうおかしいって感じ。かなって推しメン見つけ高まってるこの気持ち、どうしたら、そしたら会えるときに会おうぜね。えらいね、本当にマジでいい子だなって思う、本当に。まあ、かなと仲良くしてる、仲良くしてくれる時点でいい子なんだけど、めっちゃいい子だなって思いました。なんか憶測でいろいろ言うオタク多いよね。うん、でも私がもし SU 辞めるってなったら、普通にうちは普通にうちが辞める理由は、え、運営のせいだよ。うちはね。ドックさん、お化けありがとう。ニューポン卒業したらかなちゃん応援する。え、かわいすぎる。カラシタイガさん、ありがとうね。え、アナピドーナツありがとう。真剣なかなちゃん見られる配信、やばい、めっちゃ真剣だった。本当にこういうさ、炎上してるやつがめっちゃ見んのさ、なんかめっちゃ見ちゃうんだよね、自分真剣に。炎上系めっちゃ見ちゃう。ライブさん、ハートありがとう。かなちゃんに釣られて電車内でエガちゃん聞いて泣きそうになった。真剣なかなちゃん好き。普段の姿見える、なんてシュールなハロウィン。じゃじゃん、よかったよ、自然な姿よかったですか。ですよね、うん。体の周り本当にいいメンバー、ファンも含めて多い方、本当にいい方多い、ありがとう、みんなありがとう。ありがとうございます、めっちゃおもろい。大変だ、じゃあ皆さんお話し会待ってますね。お話し会待ってるね、本当に。神奈川の最後だと思ってね、お話し会そんぐらいの気持ちで来てね。だからお話し会行く予定ないって人は後悔のないように来てね。ルンルン、かわいい、この子かわいい。元気センターの時、カナーコールが大きくてカナーファンの皆さんすごかった。嬉しい、嬉しい、ありがとう。うちのピーク過ぎた、終わった。かわいいだけじゃダメですか。絶対ない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 、恋なんかじゃない、恋はつらい発症が、秒で君を虜にしたい。ジェラピケカフェかわいい、遊びに来てくれてありがとう。
イドル、おもろ。疲れた、もう疲れちゃった。遊びに来てくれてありがとう、嬉しい。チュータさんあとありがとう。ありがとう、ドーナツ嬉しい。バスナイさんドーナツありがとう、嬉しい。ワルスさんハートありがとう、嬉しい。ピロピロさんお化けありがとう、嬉しい。みんな来てくれてありがとう、嬉しい。秒で君を取り越した。こんばんは、こんばんは、わわ。キッチンさんドーナツありがとう、嬉しい。もう疲れた、ちょっと一回疲れたからよりかかる。コメント見てるよ、頑張ってください。ありがとう、嬉しい。頑張る、頑張ってるんだけど、いつも頑張ってるんだけど、頑張ってくださいって言うんだけど。結婚しないよ、可愛いよ、部長。スマホ見えるよ。かけながらそっと応援してきます。ありがとう、嬉しい。秒で君とりこにしたい、かわいい顔。
クかわいいな。なんか最近めっちゃ夜暇なんだよね。夜 TikTok しか見てない。なんかいい、なんか楽しいことあるかな。楽しいこと紹介して。 YouTube も飽きた。ピックアップ。後ろのハロウィン味があってめっちゃ好き。そう、ハロウィン感。ドゥンドゥンドゥンドゥルルン。チュートさんありがとう。ベースボールクラブかけながらそっと応援してくれてありがとう。もう疲れた、眠い。でこうやってマイナスのこと言ってるとマイナスなことになるからやめよう。ジーズさんドーナツありがとう、嬉しいよ。今やってるイベントこのままゴールしたら何かいいことありますか。ちょっと読んでみよう、わかんないから。喉痛いんだけど普通に。風邪ないんじゃない？2位とかじゃなかったっけ。うん、ちょっと文章わかんないな。文章理解できなかった。2位から3位ってじゃ絶対じゃん。あ、でも4位まであるのか。確かに4位まであったら2位から3位があるわけか。3位でゴールしたらなんて書いてあった。待って、本当にやばい。これみんなとこにも見えてるのかな。マイナスなことしか言ってない気がする。やだー、マイナスなことしか言ってないよ私。だってなんかさ、うちってさポジティブ人間に見られるけど本当にこんなマイナス女だよ。あ、もう働きたくないって思ってるぐらい社夫だよ自分。ライボさんありがとう。流星の絆、何流星の絆って、何やば、え、何流行ってんの、何気になる。アマプラ見たい。ちょっとアマプラテレビつけよう。でもリモコンもこうなんだよな、めんどくさいな。ライボさんのうしーさんありがとう。マイナスかけるマイナスはプラスになる。確かに、じゃあいっか。え、わかる、毎日同じことの繰り返し、なんか変化が欲しいと考えてしまいます。へえ、どうしたら人生楽しくなるんだろう。左側が好きなんです。なんか右側より左側なんですよ。こっちってこと？こっちよりあれじゃない？いつも見れないからこっちを見れるのが嬉しいとか。あー、こんばんは。3位の場合、公演雑誌原稿への出演権獲得って書いてありました。やったー、じゃあ頑張ろう。じゃあ3位でゴールできるように頑張ろう。で3位でゴールできるように頑張るね。目標が
もっくんさん、ヤッホー。有名なの？なんか国語の先生がその人の話してたな、高校の時。よしさん頑張り、ありがとう。小説もドラマ、え、どういうこと？ちょっと気になる。あ、やば、充電できなかった。タワー投げるならこのイベント中と誕生日どっちがいい？どっちも。ちょっと一瞬待ってて、テレビのリモコン持ってこよう。もうめんどくさい、やだ、洗濯もやりたくない、もうやだ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 、もう全部やりたくない。もう、あ、あ、やだやだやだ、テレビの音量下げない、危ない危ない。あ、もう何もやりたくない。あアップな、テレビの大音量が世に放たれてるとこだった。井出かなのテレビ大音量、よかった。音楽番組とかじゃなくて、音楽番組でさだったらマジで危なかったよ。アップな、めっちゃ焦って目覚めたわ。グミグミ食べる。もう誰かと住みたい、普通に一人暮らしが無理なんだよ、マジでストレス溜まっちゃう。見てみよう、調べてみよう。一旦グミなのに、グミについてる酸っぱい粉いらないのについてる、え、それが一番さ美味しいじゃん。それを乗り越えた後の甘いところがマジで一番好き。それをその酸っぱいを頑張って乗り越えたら甘いグミが待ってるんだよ。最高じゃない？アマプラで今日夜見る映画探そう。ライジングさんありがとう。わがまま、ライジングさんありがとう。何もやりたくない、少し鬱の症状。え、結構鬱だよもう。もう本当に鬱の症状何個当てはまってるか調べたら30個以上当てはまってる、きっと。言ってないからね、嘘は言ってないよ、別に嘘じゃないよ、自分嘘じゃないけどね、全然嘘じゃないですよ、元気ですよ。やばい、ラブトランジット見たい、めっちゃ迷うわ。住みましょう、え、一緒に住もうよ、平田おじさん、いいよ。うちに住む、いいの？スパークニキさん、じゃあ住ましてもらいます。家事面倒なんだよね、もう無理、もう人生と同じ、え、もう本当にやだ、もう一人やだ、もう一人やだ、一人でもう一人暮らしやだ、もう絶対
次はもう家族ぐらいしかさ、もう誰か友達とかと住む、本当に一人はね、本当にもうやだ。お洗濯が打つ、お洗濯あるから今こうなんか荷が重いんだ。なんかやだなと思ってたんだよね、なんか人生やだなと思ったら、多分お洗濯があるからだ絶対。なんだっけ、何の絆、流星の絆、なんかパルコって出てきたんだけど、何パルコ、ラリ、恋は続くよ、どこまでも出てきたんだけど、懐かしい。何これ、どういうやつ、どういうこと、めっちゃ昔のやつやん、最近のやつかと思ったわ。最近のやつかと思ったんだけど、お菓子くらいずっと甘くしてほしい。服かわいい、やったー、嬉しい、褒めてくれたら嬉しい、好きになっちゃう。服かわいいでしょ、もう部屋着。ラブトランジットっていう、なんかラブトランジットってあれだよね、元カレ元カノ同士が集まって、なんかそのなんか恋愛をするの、まあ、元に戻るか他の人に恋をするかみたいな感じ。人と話すのうつ予防になるの、ゆいたんと話したからじゃあうつ予防になったわ、感謝しなきゃみたいな。何これ、ドラマじゃん、どういうこと、映画かと思った。ゆいたんちの家政婦したい。洗濯しない、どうしようかな、普通にもうめんどくさい、洗濯今から干すのが。誰かやってくれればいいの。中学生日記とか懐かしい、マジ大好きだった。先生のこと好きになっちゃいましたってやつね、めっちゃおもろい、大好きだったな。懐かしい、逃げ恥とか懐かしい。コーヒーが冷めないうちにめっちゃ好き。あ、東京ラブストーリーが出てきた、うちが一番大好きなやつ、マジ大好き、本当にやばい、これ今日見ようかな、やめよう。どういう話だっけ、東京ラブストーリーって。今なんかこう文章見たけどあんまり理解できない、忘れちゃった。洗濯係募集、そう洗濯係募集、一緒に住んでくれるのいいよ、急に大声出したら切れちゃうよ。怖い、そんな人やだ、怖い、優しくしてほしい、かなには。バオはバイト終わった、いいな、うちもバイトしたいな。こいつずな、ねえ懐かしいよね、こいつず。じゃーん、ちゃ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 ーん、ちゃちゃ、うわ懐かしい、だんだんだん、つつつ、いい営みの、あれだてでてて、録画漁ってる、アマプラ漁ってる今。風たちは運ぶは、カラスと人々の群れ、ドゥンドゥン、意味なんかないさくらしい。
あるだけ。昔の名作。うん。うん。コインランドリー行こうかな。ドロドロ、ドロドロな恋愛番組が好きなの。おもろい、見てておもろいなら好き、見てておもろい恋愛番組は好き、ドロドロでもなんでも。なんかさ、一直線系のさ、なんか一直線系の恋愛物語あんま好きじゃないんだよね。大回りしてほしい。これリモコンの音？そうだよ。東京行きたくなってきた。洗濯モチベ今高い。本当にやってほしい。もう洗濯機の中で今洗濯が困ってる。世界の中心で愛を叫ぶ。なんか聞いたことある。夜に見える。感知。ちょろ。感知。懐かしい。君と100回目の声も見たことある。なんだっけこれ、なんかめっちゃ見たことある。どんな、バグった。正直不動産、気になる。家でやればいいじゃん。正直言うとさ、マジ面白い。ためには見てる。じゃあ見よう。そんな言われたら見よう。行く。恋愛もある。うわ、おもろ。恋愛もあんの最高じゃん。私さ、恋愛メインのなんかちょっといろんな、ちょっとこういうなんかいろんなごちゃごちゃしたのがあったらマジで大好き。そういうのなんだよね。恋愛も興味あるうちにしとかないと楽しめない。楽しめなくなるかもね。なんかもう、素敵な助言ありがとう。年取ったら恋愛楽しくなくなるの？大変だそりゃ。かわいそう。推しの子って何？何じゃない、間違えた。推しの子って、推しの子ってなんかさ、うちさ見たよ。続きがあるってこと？これ山田くんとレベル999の恋。これはファンの人におすすめされてちょっとだけ見た。笑うセールスマンはなんか暇すぎて見てた一時期。何してんだろう。不倫系しか見ないんだ。勝ち確実に。恋仲とか見てた。うわー懐かしい。待って、私も恋仲見てた。交通費くれたら今すぐ行くわ。逆に交通費ちょうだい。そう、不倫系はめっちゃおもろい。ホリデーラブとか大好き私。そういう意味わかんないの大好き。マジでドロドロするのが一番おもろい。あの花が咲く丘でまた君と出会えた。君とまた出会えたらさ、もうあるの？このアマプラに見ようかな今日。なんか相手が死んでそれまでの思い出振り返るときとかもしや好き。死ぬ系はなんか泣いちゃう。洗濯より歯磨き。いや歯磨きは簡単。あの花、それな。寒くなるとあの花見たくなる。ひろしさんありがとう。お化け。推しの子自社か。誰かのアイコン似てるか。確かに最近恋愛に飽きてきました。みんな恋愛に飽きるの？恋愛に飽きるとかあるんだ。やば、大変だな。そう、私はこの大事なこの、年齢、恋愛、みんなは周りのみんな恋愛してるようなこの大事な年齢をアイドルに捧げてるっていう、すごい人物だと思う。愛がなんだ、めっちゃおもろい。うちこういうね、こういうエモいやつ大好き。生きてるだけで愛。過眠症で引きこもり気味の猫猫さん猫はゴシップ雑誌の編集部に勤める恋人菅田将暉さんの部屋で同棲生活を送っている。アルバイトは全く続かず現在無職大丈夫感情をうまくコントロールできない自分に嫌気がさすもの。なんでこれ男は別れないの？気になるね。ちょっと詳細を見ようじゃないか。
仕事 に無気力に、え、感情をうまくコントロールできない自分に嫌気がさすものの、どうすればいいか分からず、つなきに当たり散らかす日々かわいそう。つなきは仕事に対して無気力にこなすだけだったものの、少しずつ心境に変化が訪れていたが、ねねこのもとに突然つなきの元恋人、おお、いいね、安藤が現れ、つなきとよりを戻そうとねねこのつなきの部屋から追い出すため、無理やりカフェバーのアルバイトを決めてしまう。は？え、ねねこ、はじめは嫌がっていたものの、自分を受け入れてくれる店の人たちやねねこは次第に心を開くようになるが、凄惨なことがきっかけで店を飛び出してしまう。同じ頃、つなきは入校間際の原稿を迫って上司に反発し、ある行動に出る。めっちゃおもろい、大好き、これ大好き、こういうの面白そう。2018年、エモい系、これもしかして、これはいいね、押しとこ、好き、後で見るよ。あらすじだけあらすじだけ楽しかった今、結構そう、あらすじで楽しい、本当に。世界の受信愛を叫ぶ見て好きで見てました。ユンドラさん、ありがとう。そう、ドロドロ系ハマるんで。僕は明日昨日の君とデートするの恋愛がおもろい、終わりに伏線し、私それが頭悪すぎてそれが理解できなかった。なんかさ、結構なんかさ、なんかごじゃごじゃしてたじゃん、それで、うち頭悪いからか知らんけど理解ができなくて、その映画わかんなかったの。最後ん、なんだったのみたいな感じで終わったの。だからさ、どうしよう、普通にもう一回見ようかな。解説ほとんど分かっちゃうパターンですよ、それ。半沢って何、半沢ってなんかおもろいのあるかな。うわ、なんか頭から血流してる、そういう系。画質がエモいね、画質がエモいだけでいい。あ、え、パソコン投げた。画質がエモいと興味ある。狼少女と黒王子、うわー懐かしい、やばい、これ激激懐かしいんですけど。え、待って、見たい、普通に。これ高校に入学したばっか、え、私これ見たことあるよ、きっと。やばいやばいやばい、激アツ。僕のやばい妻、見たことある気がする。高校に入学したばかりのエリカは恋愛経験ゼロなのに、彼氏とのラブ話を語る狼少女。恋愛経験豊富な友達にその存在を疑われ、は？どういうこと？なになになに、理解できない、もう一回言って、もう一回読むね。え、なに、どういうこと？狼少女、誰狼少女って。その存在を疑われ、街で見かけたイケメンを盗撮し、最悪じゃん。自分の彼氏として写真自分の彼氏として写真を見せてその場をしのごうとする。ところがその彼は同じ学校に通う学校一のイケメン男子、佐田京也だった。事実を打ち明けると彼氏のふりをしてくれることになった京也。え、すごい。しかし彼が出した条件はエリカの絶対服従。ド S な京也に振り回されるうちに、嘘から始まった二人の関係が発展して、あんまピンとこないな、いいや、パス。でも出てる人たちはすごい方々なんだろうね。狼少女と黒王子、やばい、3回回ってお手柄。え、そうなの、え、そうだったんだ、それこの映画だったんだ。なんか結構そのさ、セリフなんか有名よね、なんか TikTok で流行ってたよね。ちょっと一回このちょっと広告みたいなやつだけ見ます。イケメン王子やド S だって。ワン、こういうの見るとなんか普通に高校生戻れない自分にイライラしちゃうからね、こういうの見れないけどうわー、マジか、おもろそう。おお、デコピンした。でもなんか、黒髪がいいからパスで、やっぱり。おーおー、すごい雨降った。うん、パスかな、この映画は。ちょっとパス、ち
ットパスでした、この映画。 LDK めっちゃ懐かしい。王様に捧ぐ薬指、何それ、ドラマ見たことない。広い失格やば、うわー、広い失格、え、聞いてください、本当に広い失格やばいんです、マジで広い失格大好きなんです、私もう本当にやばい、なんか涙出てくる、広い失格見ると。え、あれだよね、あれだよね、あの足立さんのやつだよね、広い失格って。あ、違うっけ、え、足立さんだよね、足立さんがさ、ホテルでさ、ブツブツ文句言ってさ、あの女の子がさ、それを見てるシーンがあるやつだよね。え、違う、え、なんかリタ、リタとかいたやつだよね、リタとか。違うっけ、寺坂リタみたいないなかったっけ。うわー、やばい、待って、それかも。え、待って、やばい、え、げ、いやー、大好き、これ一番大好きなんです、ヒロイン失格。じゃあ30近くなったらもっと見れないものが多くなってくる。え、本当にそう、ほぼ見れない、マジで。映画が楽しくなくなる、30近くになったら。なんか今高校生のやつ結構見れないんだよね、自分。あらすじ何の映画か当てる企画できそう。え、確かに、可愛くて元気なかなうちゃんに会えてるし、二階堂ふみ、え、広い資格やばいよね、マジで広い資格、マジ全国民見た方がいい、普通に。じゃああらすじ読むねみんなのために、みんなが見たくなるように。同じ高校に通う松崎はトリと、うん、ちょっと同じ高校に通う松崎、羽鳥羽鳥って名前らしい、羽鳥と寺坂リタ、あ、え、寺坂リタだ、寺坂リタは幼馴染、羽鳥が小学校時代母が男と駆け落ちしたことでいじめられているリタを同級生から救ったこともあった。それ以来自分こそがリタのヒロインだと信じ込み、いつも冷静沈着な親友の中島亜子にはさっさと告白しろと言われている。ある日、学食で真面目で地味な女の子、足立さん、あ、足立さん来た、足立美穂が不良男子たちに絡まれているところをリタがクールに助け出す。二人はあっという間にいい雰囲気になり付き合うことに。イエー、衝撃を受けた羽鳥はリタを取り戻す作戦をスタートさせる。しかしそんな羽鳥には全く動じない王道ヒロイン足立、クー、作戦失敗で落ち込む羽鳥に声をかけてきたのは、羽鳥のぶっ飛んだ行動に興味を持っていた学校一のモテ男、何、ヒロミツこういう誰だった。リタと高密の間で揺れるハトリ、ハトリの本当のヒロインは一体どっち。これあれだよね、ハトリとさ、寺坂リタが付き合うよね絶対。足立さんブツブツホテルで文句言ってるやつなんだ。思い出した、やばい、これあれだよね、なんかイルミネーションでさ、なんか最後さ、なんか2人でさ、イルミネーションの子で倒れ込んでさ、なんか倒れ込んでなんか抱きついてるやつだよね。わー、これ大好き、これ見よう、これ見よう、今日見よう、今日の夜見よう、好き、ライクをしとく。発作、夏祭りの時やばかった、普通にこの夏祭りシーンえぐかった、マジでやばい、やばいんですけど、あー、本当にやばい、あ、やばい、あ、やばい、なんか本性出しすぎた、最悪。マジさ、恋愛映画見てるとさ、いつもこういう感情になってしまうんだよね、こうなんかずっとキャキャ言ってるもうダメだ自分、本当に。リタ、リタ軍人、誰軍人って、そう、リタだよ、リタ、もうちょっと感情込めて、あ、すいません、松崎鳥わ、鳥松崎は鳥で、間違えた、普通に松崎は鳥、誰、わかんない、やっほ、感情移入しちゃう、それを見たいの、あ、それを見たいの、このキャーキャーしてる私を、やばいよマジでやば、マジでこの広告だけでキュンキュンしたわ、結構いいですね。え、カホコのカホコめっちゃやばい、カホコのカホコはマジでキュンキュンした、最後、しかもめっちゃ可愛い、カホコねってやつだよね、めっちゃ好きだった。一週間フレンズも好き、胸が鳴るのも気のせいを好き、え、これこれめっちゃキュンキュンした記憶、うっ、心臓やられる、
でも学園ものは見れないんだよね普通に。心が痛むから。学園もの見ると学園もの夜に見ると病む普通に。学園ものの映画とかドラマ見るとなんか夜に病むんだよね普通に。あ、自分はもうこんなこと経験できないのか、あーって思ったらなんか悲しくなってくる。コスプレ配信からこのルームのハロウィン見たらバリおもろい。ハロウィンを感じさせようと思って。教室の見届け人とかやばいよマジ騒がしいと思う。カオゴのカオコおもろいよね。カオゴのカオコめっちゃおもろいよね。わかる、マジでうちも好きだった。くわー、これさ胸がなんか鳴るのはあれだよね、なんか布団でわーってやるシーンがあるやつだよね。おもろいですね映画、声出しながら見る私めっちゃ。え、そう学園ものちょっとなんかね見てるとなんかはなんなんイチャイチしやがってって思うんだよね。ごじくじ懐かしい。え、そうやむ本当に。うわー今のやばかった。もう一回見たい、もう一回見たいけど今告知だからな戻せないっていう悲しい。うん、先生君子も好きだった、見てた、見に行ったな先生君。トゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥ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 ルトゥ。わあめっちゃ可愛かったな。今日好き、キョンジュ編ちらっと見れるやつ今見てる。マーマレードボーイ、何これ見たことない、見たことある。ウィラブ見たことある。うわーこれ見たことある、これやばかった。この制服の色をマジで好き、この制服の色マジで。一時期うち本当にあの桜井日奈子さんが好きすぎてめっちゃなんか見てた、いろんなドラマとかめっちゃ好きと思ってた一時期。思い思われ振り振られいいな、いいね押しとこ。萌えカレはオレンジ色、何それ。ストロボエッジ見たことない。午前0時にキスして、あーこれ見た、鼻かじね。午前0時これはあんまキュンキュンしなかった。あ、春松僕ら、春松僕らめっちゃキュンキュンする。春松僕らは自分めっちゃキュンキュンした、マジ大好きって思った春松僕ら、みんな見てください。そうって感じかな、どれもいいんですけどね。夜が明けたら一番に君に会いに行く。春松僕らなんかめっちゃ感動した、めっちゃ楽しかった。なんか映画見たくなった、配信終わりにしようかな、もう10時だ、終わりにしよう。最後最後バカリズムの脚本の、あなんかそれさ聞いたことある、黒い10人の女削除しとこう、見よう。今日はたくさん本当に映画見よう、興味ある。矢吹さんかぼちゃんありがとう。そう映画見てるときは悩み忘れられて本当にいい、マジで。映画見るかな、うるさいよめっちゃ。
今夜この世からこの世界、今夜世界から恋が消えてもこれめっちゃ良かった。泣ける。え、マジ？見よ。なんか良かったって言われると見たくなるんだよね。なんかさ、なんか自分ではこうさ、なんか気になる、見てみようとか思わないけどさ、誰かにいいよって言われるとマジ見たくなる。見よ。山田くんないの？え、見たことないかも。レボサートありがとう。嬉しい。ような心はポポポイとして、ここはここはここは世界一流星の絆、忘れてないよ。パパパパジャマでパパパパアティ、いつまでもずっと会えないの。君に会いたいで会いたいで会いたい、今すぐ会いに来て。たさをあげて、心も体も飛び跳ねる、君も今日から。何この子、かわいい、かわいいアイドルを見つけた。私は誰だ、パラディーク。うん、これってあれか、スクショしとこう。私もこういう写真撮りたいな。これかわいい。スクショ。よし、最初終わろう。今日も一日頑張りました。鴨焼き放送。配信終わります。この子温めますか、とても良かった。こうやって温めますか、いいね。アニメだけどワンウォレットウェーガーガーデン見ると心が浄化。そんなこと言われたら見たくなる。スクショ。みんな好きなのそういうのアニメ。明日も一緒に頑張ってく。何、何びっくりしてるんだよ。もう偉い、本当に顔見ただけめっちゃ癒された、嬉しい、ありがとう。
映画楽しみます。愛しい、楽しかった、ありがとうみんな。それではバイバイ。楽しかったよ、で今日も頑張った、本当に尊敬すぎる、嬉しい、ありがとう。いい一日だった、嬉しい、ありがとう。私もいい一日になりました。いい二バド、え、ないない、どういうこと、誰誰誰誰誰配信してんの今、見てこい、ちょっと配信誰がしてるか、なんなりとお申し付けください。ちょっと待って、なんかフィットしない、体勢が、え、なんか体勢がフィットしなくてやだ、なんで、この感じで長谷川に、え、どこって、このイベントさ、一応一回も配信できてないのかわいそうだね、普通に体調不良とかぶって、やばい、待って、やばい、やばい、うわー、やばーい、やばい、やばい、あ、やばい、叫んじゃった、嫌われる、うー、森末姫な、ヒータンカラオケ今見た、ヒータンのカラオケ配信見た、1位だよね、今ヒータン今みんなの配信見てた、誰が今1位なのかなと思って気になる曲、I want to, I want to do. やばい。I want to kiss. Do 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 do一週間フレーズわかる、大好き大好き大好き、すげえ、すごっ、タワーすごっ、誰が投げてんのあんなに、なんでハロウィンって文字貼ってるの、めっちゃシュール、ハロウィン感を出したいから、こんばんは、ライバーさんとありがとう、今日全然コメ拾われないから思んない、ねえ拾ってるやん、ほんとに拾ってるわその財産あげません、カラオケ配信ねえ、かわいそうだよね、そうって感じなの、ほんとにどうしよう、やばいやばいやばい、人生がなんか思んなくなってきた、どうしようどうしようどうしよう、話じゃなくて無理っすね、当たり前やん、カラオケ配信でどうやって拾うんだよ、うん、お化けありがとう、ヤフペリさん嬉しい、ありがとうね、お化け、じゃあ皆さんカナウのお話し会買ってください、あ、間違えた、買ってくださいじゃない、来てくださいだった、カナウも完売したいんだけど、なんでうち完売できないの、こんなに毎日さ配信もメールも頑張ってるのに、もう次完売しなかったら私配信もメールも送んないもう何もしない、 X だけ毎日公開、こう、え、送ろう、うわー、このメイド可愛い、このさメイドのさ、なんかさ
メイドのなんかゆいたんが着てた色のやつめっちゃ可愛い。てか私も顔にさリボンとかつけたいんだけど。うちさ普通にさなんかさちょっとやめたい理由とかをさあのマネージャーさんに言った時にさ、まあ、いろんなさそうなんかうちが SU なんでやめたいかみたいな話なんでやめたいんだみたいななんか聞かれるからさあこれミーボンの口早く返さないとなんかいろいろ理由言ったけどさその時にさなんか一つのね理由としてなんか自分が思ってるあのこれは入った時にもうそうだったやんみたいな言われたけど自分がなんか思ってるなんかあの衣装まあ当たり前だけどなんか衣装とか雰囲気とかじゃなかったって言ってうちは顔にキラキラとかリボンとかつけたいみたいな言ったのねそういう可愛い系のに憧れてたみたいな言ったらいや今でもつければいいやんって言われたいいのかな ST でつけようかな次のライブの時ほっぺにリボンつけてたらもうそういうこと憧れたそう憧れたってことそうやっていいって言われてもやっていいって言ったもんマネージャーさんが許してくれそうってじゃあ私やっちゃおうと思った勝手につけちゃダメだよだってうちらこれメリクリやったじゃんなんかさクリスマスクリコンでさなんかうちさここにメリクリって書いてじゃんあのキラキラのペンであれも怒られたもう全部ダメ意味わかんない何がダメなんだからもうさもうやめるなら好き放題しようと思いましたやっぺりさんお化けありがとうお化け祭り嬉しい2時間前は人生おもろい言ってたやん人生おもろいマジで人生おもろいもう人生おもろい頑張る人生おもろいから結構完売の部数が増えてるメンバー増えてるもんな久々にさっきキャラに見て驚いたそううちだけいつも完売しないなんでうちこんな頑張ってるじゃんいつも何がダメなのか言ってもらってもいいですかなんでだろうね本当にわかんない私さこんなさ今日までさ毎日頑張ってきたのにメールも X もインスタもブログもあれさ月にさ1ヶ月に2回出すっていうルールなのにさ私はさ毎月出してんのにさマジさもうさもう無理うちもうちもう完売したいなら何もしたくない大阪追加したのいつの大事ありがとうそうハブてるもんハブてる何ハブてるってハブいてないわあなたのことかなりも見たいここにさリボンとかつけたうちもなんかシールあるかなないかそう思ってたのと違うほっぺにリボン、なんかさ、ここにちっちゃいリボンとかさ、なんか、フルーツチッパーさんとかつけてるじゃん。そういうのうちは好き。そう、許可済み。勝手につけて出ても一瞬だけ怒られそうだけど、許されそう。そう。メリクリで怒られたんだよ、メリクリで。メリクリ。メリクリの何がダメなんて。自分の手じゃん、別に。と思った。もうやっちゃったからしょうがなかったんだけどだからもうバレないようにライブ中はもうバレないようにファンの人だけに見せてたでマネージャーさんが話す時とか絶対にここ見せないようにこうやって隠してたっていうのやめる理由が1個減ったそれは許してインスタの宣伝できない理由なんやねそういうのもさ嫌なんだよねもう全部嫌だまあいろんな理由がある中で一つはそういうのが嫌だってことそうメリクリで怒られた勝手にそういうのはなんか体に装飾するのはダメだから衣装と一緒だからって言われたそうメリクリで怒られたんですよやめないダメやり教えて手のひらに名前書いてカメラにアピール確かにそうかなが余計に焦っちゃうことを本当だよかなが余計に焦るじゃないかこんなこと言ったら他の完売してないんだよ今回お話し会で今お話し会で一回もうやばいなんでうちさ
うち別に男の人とかさ彼氏とかいないんだけど、なんかさ、そのさ、うちがさ、なんか流出系でさ人気ないとかならわかるけど、うち男いないんだけど普通に。大丈夫マジで。なんでなんでうち完売しないの。うち男いないんだけど普通に、流出してないんだけど全然。ルルルルルルン。そうだからやっぱ SU のファンにはうちのこと合ってないのかなと思ったら、なんかそれもやめたい理由の一つ、なんか違うんだよね多分。うちの SU のファンの人の好きとうちのあれが違うんだと思う、タイプが。毎日人生おもろい、ありがとう。もうやだ、本当だよ。ブログ月にどころか1回か0回のメンバーもおるぞ。3期生のルールね、うちらのルール。先輩は別に多分知らん、先輩ルールは知らん、3期生のルールがそうだっただけ。本当に完売の仕方にもよるけどね。でも完売しててもそれでなんかファンのみんながそうめっちゃお金かけて、一人の人があのかんなんかめっちゃ一人の人が大量に買って完売だとしても、完売は完売なんですよ。完売は完売という名目なんですよ。で私はその名目一つもないんですよ。かなだいちゃんからありがとう。鼻眼鏡って何。今のところスケジュール合わなくてやだ、もう許さない。もうみんないつもそうやって会いに来てくれないから、そういつも押し込めるの。今も押し込めるよ、プロフィールから申し込めるよ。クラコン出ないよ。どういうこと、クラコン。そう、小さなオケを見に来ました。だからもうやだ、もういい、もう次完売しなかったらもううちもうやだ、もう本当にもうや何もやりたくない。もう何もしたくない、もう嫌だ、もうインスタだけで生きていきたい、ネットの世界で生きていきたい。カナウはカラオケやってません。インスタ供給もありがとう、めっちゃ元気出た。こんばんは、まさぴょん投げ注意してありがとう。あと何枚で完売とか教えてもらえない、それはうちらが知るあれなんじゃない、わかんないけど教えてもらえないんですよ。我のカナじゃん、ど直球すぎて草。男いないんだけど、パワーパワーする。だってそれが一番安全じゃない、普通に一番ファンの人が安心する言葉じゃないじゃないの、男いないって普通に男いないんだけど。だってさ普通にさなんかさなんか普通にさあのさ人気ないとかってさ、そういうのってさなんか言ってたじゃん前、この前男となんかが出たら一気にファン減るよみたいな。うち男と何も出てないんだけど、多分知らんけど出てないんだけど、普通に私が知らないところでなんかされてんの勝手に。そう男いないよ。入る前 STU どんな感じだと思ってたん。なんか入る前 STU はなんかキラキラしたアイドルだと思ってたキラキラして M ステに出てるアイドルだと思ってた。本当に私そんなオタクじゃなかったからね。そうキラキラしてるなんか鼻だれで M ステに出てるアイドルだと思ってた。まるで男がいるメンバーがいるみたいじゃないですか。え、違う、みんなが前なんか言ったから、そうやってなんか男がいるとなんちゃらかんちゃらみたいな。男いないんですけど、うちが男いるみたいななんか言い方されてるの、一瞬やめて勝手に。卒業するのか、やめたいっていうのはずっと言ってるよ。でもなんかもういろんなことがあってそんなすぐにやめれないんですよきっと。完売じゃなくてごめんね、お疲れ様です。インプレの時みたいに勝ち方にこだわるのやめたら。え、確かに。じゃあ毎日さ水着の写真出そうかなお話し会水着にするので来てくださいって言ったら来てくれるのかな。絶対そんなことしないけど、そういうやつはやりたくない。ちょっとたっくんありがとう。お化け何、勝ち方って何、勝ち方って。うちから何も勝ってないんだけど今。どういうこと、負けるってこと。そう、てててて、もうだからもう疲れた普通に。うちだってねチェキ言ってね、チェキのね3割バックで生きてきたいわ
めっちゃ稼げるのかな。よう考えたら買っときゃいいもの行かなくて。タッコお化けありがとう。マコさんとありがとう。大阪行きたいけど山なすぎねえな。来てよ。お話し会も拡散しておく。ありがとう。何歳19。やまないで。もう病んでるよ毎日。本当に。もうやだ。もうやめたいやめたい。アイドルやめたい。もう早く。もう嫌すぎる。なんかもう全て。だって頑張ってもさ、頑張っても報われない。不平等。本当に。だからもう嫌だ。キラキラしてた。そうキラキラして見えた。私にはすごくキラキラして見えました。鼻だれ効果すごかったと思う。男いないは表現が直接すぎる。だって男いたら嫌でしょ。鼻だれの何や何や、ね、どういうこと。鼻だれの何や何。正直な考えになる。まあ人生の選択なんて無限ですから。そう男です。鼻だれの一発や。もう本当にそう、人生の選択は無限大、無限大。俺が男です。男いない。何歳ですか。何歳ね。怖い。何歳ですか。ボット来た。うわタワー投げないとこれ返さないから。水着だったら来ます。キモいので帰ってください。それはちょっと気持ち悪いので帰ってください。普通に何歳ですか。怖いです。なんか私の年齢して何になるの。めっちゃ怖い。これ一番怖い。最近で一番怖い。タワー待ってます。あ、タワー待ってますとか言うからさ、うちさ人気ないかな。水着やったら、やった仕事辞めていきます。本当？するわけないじゃん。水着でするわけないだろ、普通に考えて。そう、水着はちょっと嫌です。自分なんかそれでなんかめっちゃお金がもらえる、給料変わるとかあったらやるけど、その水着でな、水着なんかしたところで給料変わらないのはちょっと嫌だ。何円ですか、お話し会。ね、怖い。やだこの人。何歳。うるさいこの人。やだ。何歳ですかって。なんで。19歳って一回言ったじゃんよ。普通に怖いからやめて。タワー投げないと返さないよ。次今地下道も熱いで。ねえマジでおもろいよね。うち本当に本当に大好き。可愛いみんな。 HKT48 に行けばよかった。え、 SKE さん受けたいな。やめるなら地下来てくれね、私は行きたいよ。だってキラキラして衣装着たいもんって思うけどね。でもなんか辞めたらなんかもう何もしたくなくなりそう。何もしたくないからもう一生実家に引きこもりそう。一生働かなくて、一生働かないでいい人と結婚する。もう何もしたくない。私おかえり。誕生日プレゼント今日嬉しい。11月9日クルージングツアーイベントありがとう。でも多分何もしてなかったら何もしてなかったでなんか飽きてくるんだよね人生。高校生の基礎だったよ。だからね普通になんかはしたいけどね。フルーパーの自分も年なれるわけないだろう。普通にお一人様天国ですよ。そう質問にはスパチャを。本当だよ。何歳ですかボット。マジ怖い。誰。オーダーしたの1点とアクセサリー。嬉しい。楽しみすぎるんですけど。かなうちゃんの紅白に出たい。懐かしい。紅白に出たいっていう目標を見ると少し悲しい気持ちになる。あの時は盛り上がってたね。私も紅白出れるとかさ、そういうの思って入ってきたらなんかさ違った。思ったより違った。全然違った。思ったより。何なんだよもう分かんないよ。セクシー女王になるわけないでしょうね。ほんとにやだ。このお一人様やだ。お一人様さんやだ。マジほんとにおかしい。キモいこの人。何ツイッター飛んでみよう。は？
だこの一人様。変。水着でお話か。やだね、キモい。水着とか読んでたし、水着嫌いなんだから。みんなが好きな水着、私好きじゃないよ。やばやばば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 ば。納豆巻き2期、鼻つまみ2期、飲み2期、何歳ですかね。もう本当にやばい、マジで。うちのさ、だからもう本当にさ、ショールーム、もう配信、もうインスタライブするよ、本当に。こんな、なんか、何歳ですか、2期とか。もう、やだ、この人たち。何、神奈川何歳ってして、どうなるの ?DM 送ってくるの。あ、みんなの DM 見てるよん。いわゆる地下っていうより、地下っていうのより自分をもっと高く売ってほしい。え、なんで。私は地下アイドルが大好きだよ。ライブアイドルさん大好きで、普通に考えて、なんか普通に STU よりも、もっと有名なとこあるし、なんかなんて言うんだろう、なんかえ、なんかめっちゃ有名なところあるくない、結構ライブアイドルさんって。なんか地下地下言われてるけど、地下だと思わない。私はすごいから、なんかすごい、全てがすごくて、地下っていうのなんか失礼だよね思ってきた。前、地下っていうのって失礼だよみたいな、怒られてから確かにと思って、最近はなんか自分より全然すごいのに、なんか地下っていうのなんか失礼だなってやっとなんか思ってきた。ウッチーさん、かぼちゃありがとう。ミューポンいなくなったらぼっちになりそう。おい、なんかぼっちになりそうとか言うな。リア充がいるから大丈夫。アイドルになれるだけでも難しいことですから。ニートしたおしめも今や売れているから。なんだよね、かなちゃんソロで M ステと紅白、おすげえ。あらだれの宣伝でお金使いすぎたのね。もうダメだ。なんで口隠してるの？グミ食べてるからだよ。もう少しだけ泳がせて。自分から言ってたよ。水上、ね、本当になんかコメントがキモい。なんかコメントがキモい。絶対おじさんでしょ。ニヤニヤしながら打ってるだろこれ。本当にコメント気持ち悪いよこれ。うへへって何。インスタライブの通知バリ笑った。インスタライブしたい。メイクしてる日にインスタライブしようかな。暇たぎインスタライブにしようか。いやでもな、やめよう。今度こそインスタライブみたい。カナウは青2歳。青2歳って何。カナウが何歳か聞いてる。カナウちゃんは35歳。なんで納豆巻き好きになりましたか。なんか納豆の味がするから。インスタライブ見たい。インスタライブしたいな。アボカドさんありがとう。ベースボグラ、あーちょっとコメントが飛んじゃ。写真集 ST より有名な。それはもう地下じゃないと思う。確かに地下アイドルっていうのが失礼よね。いやなんか最近思った、なんかもう失礼だな。パッパッパッパー邪魔でパッパッパッパー。やっぱパジャマパーティーずっと聞いてるうち、マジで。なんかでも私はあれが好き。愛してね、トゥ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 、キスミーパティシエめっちゃ聞く。じゃじゃん。え、なんかさ、あの曲聞くときってさ、なんか最初スポーティファイで聞いて、スポーティファイで聞くんだけどさ、じゃじゃん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 愛してねって始まるじゃん。そのじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんってなんかさ、なんか遠く聞こえない。なんか言いたいことわかる人いるかな。あの曲多分スポーティファイとかなんかイヤホンで挿して聞いたことある人ならわかるけど、なんかドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンってなんかこっちからじゃじゃんドゥドゥンドゥドゥンみたいになるのね。だからなんか最初初めて聞いたときに、え、待ってこれイヤホンついてないかも、めっちゃイヤホンつけないで大音量で流してるかもって思っちゃって、なんかそんぐらいなんかすごかった音が。じゃじゃんダダンダダン。なんか言いたいこと分かる人いるかな。あの曲めっちゃ好き。 ILIFE とかね、気まずい。 ILIFE 大好き。トゥトゥルトゥ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 ね、今大変そうだね。先行き分からないからね。地下と地上の違いとは。メジャーデビューしてるとかしてないとかある。今週静岡行きたい。 SNS、YouTube とか自由にできる方が向いてると思う。私もちょっとそう思っちゃいます。なんか私は普通にこういうグループよりも SNS とか積極的にやってくださいっていうグループの方がなんか向いてるかなとか、なんかそれはなんか言われました、お話し会で。私も向いてると思う、そっちの。ひろしさんありがとう。お化けキャナウちゃんだよ。もっくんフラペチの旗ありがとう。キャキャキャナキャキャキャナウちゃん、なんかゾンビですか、ゾンビですよみたいな、あの曲も好き。
ゾンビですか。トゥ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 。鳥にさらわれたとこと悲しい。鳥にさらわれたとこ悲しかった。パジャマパーティーズ。今の呼び方ライブアイドルさんだよね。ね。まこさんとありがとう。ピースピース。でも地下の上地の上り終わってるから。そうなの？そうなの？まあそれはよくなんか聞くけど。でもなんかでも最近はのこと考えたり、もう最近のトータルで考えたらなんか別にそうでもなくないと思ってきた。自分ちと比べてそうでもなくない？どこがブラックなのって思う。周り。わかるわかる。キスミパティシエのイントロ超好き。キャフルで流れてる。シャッフル。わかるわかるわかる。わかる。マジで本当に。キスミパティシエのマジでわかる。わかる。よかった、共感してくれる人いて。本当にマジで嬉しい。なんかさわかる。なんかさやばいね。シャッフルでさジャダンダダンダダンジャジャンジャジャンジャジャン、もうその時点では最高になる。なんか結構あるよね、シャッフルでさ流れてきて嬉しい曲と嬉しくない曲、飛ばしたくなる曲と聴きたくなる曲。最近したい活動ができているかよりもメンバーの給料面を最優先に考えるべきじゃないかと思えてきた。確かにお金の余裕は心の余裕だしね。 SNS たくさんした方が有名になるしいいと思うけどね。なんで地下アイドルっていうの。え、わかんない、誰か教えて。お話か1回何秒、お話か1回わかんない、何秒何秒、30秒、嘘、1回15秒。オンラインはこんばんは。ひろふみさんドーナツありがとう。お話会の詳細とかしっかり告知した方がいいよ。確かに、そしたら来てくれるの。だからそういうことしても来てくれないんだもん。みんなうちがどんだけ頑張ってさ、今までずっとさ何回さお話会の告知したと思ってるの。そんなのしてもね変わらないし、完売なんてしなかったんだもん。だからもうやる気失せた。だもん、いつも告知してたのに。じゃじゃん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 。愛してね、あたし意外とか。街でダウンロードでスマホの音源流れたことありますか。電車の中ならある。マジ気まずいよねあれ。 TikTok とか開いた時、にゃん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 です。にゃんにゃん。ST の曲シャフルで流れてくるとスキップしがち。私もスキップしちゃうかも。もう聞き慣れた。なんか新しい曲がいいよね。なんか最近さ Spotify でさ「トゥ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 ガラス越しのジリードでダルううアルダルドゥトゥル」みたいな曲めっちゃ流れてくる。なんか広告みたいな。何あれ。でも私が、私のね Spotify 何入ってるんだろう。結構でも何をおすすめに入れてるかみんなに教えてあげましょう。すねっといて、すねる。待って懐かしい。え、絶対あれだよね。うわ、今のままなーれなーれで懐かしい。天真爛漫、スーパーカレンタイム、ピンキーレッド、ピュアインザワールド、世界は君からじゃ。ニューカワイイ。ここまでがフルチッパさんの曲。自分のいいね、お気に入り。キルシテさんのラブキューモンテッド。トゥ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 。西野カナさんのトリセツ。I love you ナンバーワン。ちゃんみなさんのハレンチ。どういう曲。ああ、聞いてたな一時期。告知と売れ行きは全く比例せんと思う。本当にそう。私も頑張ったのに。もう夜遊び、花火、愛子さん花火、好きな人がいること、転がる石になる。外そうこれ。バイバイ。プレイリストから削除。合言葉、クリープハイプ、クリープハイプ。すいません。愛してね、私意外とか絶対許さないからね。言われるたびに追加した順めっちゃ単純。
ありがとう、泣いちゃう、そんなこと言われるの。もうそういうファンの人たちが本当に、あ、もうなんかたくさんいてくれて嬉しいなと思う。自分のファンの方本当に嬉しい、泣いちゃう、ありがとうね。愛のレンタル、マカロニえんぴつさん、ワンドリンク別、リーグレットガールズ、ホワイトアウト、何この歌、何この歌、気になる。あ、君が会いたいって言うから思わず飛び出した午後8時おさえで出るか、クリパイプ、おやすみなき声、さよなら、歌姫だっけ、なんだっけ、愛の標識。え、マジで一時期さ、クリパイプさんの愛の標識ずっとハマってた。黒い羊、大音量で流したことある。黒い羊、そうだ、僕だけがいなくなればいいんだ。え、私も結構さ気まずいよね、流したら。今瀬、今瀬って何、うわっ、とってもいいような夜だけど。だ、竹乃木さん、だるま、ありがとう。夏恋センセーション、夜に花に亡霊、ボーイフレンド、そばにいて、命短しき、命短し恋背を乙女、明日には。めっちゃおもろい、本当にさ、なんかめっちゃ田中さん、ドラマありがとう。原因聞かれたら教えるけど、え、原因教えて、本当に原因教えて、何、何、何の、何の原因。私意外とか絶対許さ、愛しない私じゃないからね。今聞いてみた、めっちゃいい曲だよね。やっぱオタやめそうな子を襲うとはならないの。え、なんで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 。だってワンドリンク別動画作ったの懐かしい。ワンドリンク別、え、別にやめ、え、やめそうってさっきのね、一昨日ぐらいからやめたいって、やめよ、やめたい相談をしてたって言ったのであって、別にずっと前からやめたいって言ってたわけじゃないよ。みんなには、もしかしたらマネージャーさんとかに、大人とかに言ってたのかもしんないけど、みんなにはやめたいって言ってないよ。うち一昨日ぐらいのインスタのや件のやつで、あ、もうやめたいって思ったっていうのをみんなに初めて言ったよ。私やめたいっていう、今のカナが僕だけいなくなればいいんだっていうの。やっぱり病んでるみたい。病んでない、別に、もうな、病んでない、どうでもいいって思ってたけど病んでない。藤井風のなん、なんなん、なんなん、え、おもろそう。ピスキさん、やっほー、こんばんは。もうやだよ、もう疲れちゃった。もう教えて、なんでカナのかお話会完売しないの、理由、あ、教えて。うちどっかでもしかして流出してるってこと。うちの知らないところでなんか作り話がされてるとかってこと。そんなの嫌なんだけど。本当はね、あなたが好き、最低なこと言っちゃってごめんね。うちさ、あ、待って、あ、少し、アイライフさん、君戦、アイドルスター、ライブスター、ブースターバック、コロコロガール、会いに来て、君戦、なんで君戦2個あるの？赤トキリロード。ああ、この曲か。結構いい曲だな。テレビの中だけ、ヤングスキニーさん、バンドマンの元彼氏、本当はね。シークレットベース、君がくれたもの、バックナンバー、クリスマスソング、ロングソング、26時のマスクリード、マスカレードさん、トゥインクル、トゥインクル、トゥインクル、リバディトゥ、うんうん、ティックティックネバラン、ティックタックワンダーラン、二人だけの初めてをもっと、チュル様、アイライフ、無限大好き、乃木坂、きっかけ、イメアド、アクセラレーター、す、好きじゃない、のゆみさん、ラストアイドル、青春トレイン、愛を知る、青春シンフォニー、君のあっちゅう、この声はトレンジット、バンドワゴン、にじますさん、ハットサングラス、全金線、アイドルライフターターパック、私の一番可愛いところ、全金線めっちゃ好き、あとで見よう、めっちゃこの曲好き。アイドル以外の曲聴きますか。うーん、流行りの曲とかを聴くかも。スポティファイいろんな曲来て楽しい。え、わかる。
Spotify。 いいね。こんばんは、ならしさん。終わりが決まってるとじゃあ応援しなくても一緒やんってなる。ああ、そういうこと。確かに。じゃあいっか。ずっと文句垂れてるからずっとやめたい。いつもいつも文句垂れてるからずっとやめたいと思ってるんだと思って。思ってなかった。思ってたけど別にショールームでみんなに言ってない。眠い眠いね。いいよね。こんばんは。教えて言うて本気で書いたら絶対傷つくやん。いいよ別に傷つかないよ。もう配信終わって一人で泣く。明日から一週間活動休止する。教えて。何え何え何何何何何何気になる。気になるから教えて。言っていいよ。言っていいよ。早く言って。もう配信切ってもう泣きながら友達に電話する。人生疲れちゃう。流れ氷太郎さん、ありがとう。千番寮こんばんは。早く早く。早く。稲田さん、ありがとう。まあまあ福岡の対バンをきっかけに見に来た人もいるから確かに仲良くしてね。かなうとルンルン、嬉しい。そんなこと言ってくれて。自分のためにメンバーを応援しているわけでもないけど、やはり応援した子がのし上がるのを一緒に楽しみたい。え、どういうこと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 、つまりどういうこと。う、応援した子を一緒にのし上がるの楽しみたい。あと私何ものし上がってないじゃん。ユドラさん、ハートありがとう。ただ昇格した女じゃん。インプレッションで、ただ一人でインプ稼ぎして、インプレゾンビして一人でインプレッションで合格したやつじゃん。こんばんは。こっちは可愛いと思って押してない。整形したいとかのネガティブワードが多いのは厳しいかな。へえ、整形したいダメなんだ。やめよう、じゃあ整形したいっていうの。でも整形したいって思っちゃうんだよね。言わなきゃいいのか思ってても。確かにネガティブなだからダメなのかな。自分のことが嫌いだから良くないのかな。めっちゃねネガティブなんだよね自分。だって自分の顔が一番嫌いだもん。あ、これがダメなのか。そう。トゥレレテテテ、トゥレレレテテ。え、整形したいって言ってよくないの。俺だって俺だって宿毛、宿毛、宿毛したい。ENTP だからちょっと言い返そうと思ったけど、せっかくみんながこうやって意見を言ってくれてるのに言い返すのは違うなって思って言い返してない。だって言い返したら誰も言いたくなくなるでしょ。こう意見言って言いたくなくなるから。 ENTP だけど今我慢してる。そう、誰も意見を言ってくれなくなるから言い返したら。確かに。じゃあ可愛いと思って押してるのにせ、確かに勝手に勝手にやってろよって感じだよね。そんな勝手に顔アップデートしてろよって話だよね別に。自分が気に入らない顔だったら。確かに言われてみれば確かにね。そうなのかもしれない。応援込みで応援してるからね。そうなんだ。カラオちゃん個人ってより3期が全体的に思ったより伸びてない理由をポストしようかな。お願いします。なんで3期はもうダメなんですか。なんで3期は ST のファンに認められないでこんなに売れないんですか。3期は3期っていうかうちね、特にうち。もう足引っ張り女だと思う自分が。売り上げ足引っ張り女。女の子が言うには可愛いから行きたいけどショールームいないのに言わないと。確かに。
じゃあもうショールームやめようかな。もうやっぱショールームやめようかな。配信やめようかな。別に配信やめたらさ、ライブでの自分しか見ないからさ。だから別にこの自分の本物の自分は見られることはないじゃん、きっと。ショールームをやんなければ、一生インスタライブだけしようかな。自分に自信を持っていいよ。かー、平手おじさんムカつく。ネガティブな発言は聞いてる人はよく思わないからね。そう、ママにも注意されたんだよね。髪染めたいも、もしかしたらダメージあったかも。内心は黒髪好きな人多そう。くー、この全部コメント読んだら早く配信終わっちゃおう。整形はメイクと同じぐらいに思ってるんですか。マジでそうで、普通に整形はメイクです。本音で教えてって言い返すとやばい。えりくつ濃くなって、えりくつじゃない、もうやばー。ネガティブな言葉ばかり言ってる。配信よりも笑顔で始めるでいいじゃん。なんかごめん、なんかもう、なんかごめんね、なんかすごい。ここで言い返して論破するのはかなえちゃんらしいですよ、という悪魔の囁き。いやもうそんな元気ない。うわー、絶対これかなえが落ち込んでるの見てさ、ニタニタしてるファンいるだろ絶対。かなえが落ち込んでて、うわダメージ受けてるって思ってる人いるでしょ。あと今年1月大阪まではファン増えてたけど、失踪のイメージが正直でかい。あーもう帰ってこなきゃよかったのかな。え、1月大阪まではファン増えてた。え、そうなんだ。私なんかもうそんなさ、なんか12月ぐらいかで終わってたと思った、自分のピーク。あ、なんかもう12月ぐらい、クリコンぐらいからもう手、なんか結構悩んでた、それでも。あ、もう増えない、やだと思ってた、ずっと。そうなんだ。ええー、1月大阪までは失踪。失踪したから、あ、戻ってこなきゃよかった。私は整形したいに親近感湧いたからもっと好きになったよ。そっち見せまる、ありがとう。あるちゃん大好きもん、本当に。ありがとう、親近感湧いた、整形したいに。整形したよね、マジ。人生整形したすぎだよね。ありがとう、そんなこと言ってくれて。もういつも本当にインスタのさ DM さんも、うん、嬉しいよ、泣いちゃう。アップしないんだけど、どう考えても上司アップ何アップないぞ。女子超えて何アップデート、ああ、そういうことアップデート買うの。ひろしさん、おわけありがとう。僕は3期生はダメだと思ってないよ。ありがとう、こういう言葉しみるわ心に。今こうボコボコにされたから。ニキとか最初はもっと一緒でしたよ。美人に関しては誰に何と言われようと譲れなくない。どういうこと？美人に関しては誰に何と言われようと譲れなくないかなって。やだ、譲りたくないよ美女。どういうこと、どういうこと。え、待って、難しい、日本語難しい、ちょっとその日本語難しいな。譲れなくないかな。僕はかなちゃんの顔が好きで欲しいなって。ありがとう。 SNS とかのホラーは看板大きいからな。え？ SNS 私フォロワー多いよ、3期生の中だったら。2番か3番ぐらい。1番じゃないのかよって思うだろうね。でもこれは前なんかメンバーと話したんだけど、とある仲いい子と話したんだけど、 SNS とフォロワー、 SNS のフォロワーと人気って比例してないよね、人気っていうか売り上げって比例してないよねっていう話になった。はい、それを言われた時はつまりこれは自分のことなのかなと思いました。そう、配信やめたら見る機会ほとんどない。もうそれでいいんですよ、ライブでの自分を見てくれてたら。だってアイドルが好きな人ってさ、キラキラした部分を見たいんじゃないの。確かにそうなのかもしれない。失礼な言い方すると何とかも叶うちゃんよ。ん？何も叶うちゃん？AKB はほぼショールーム配信をやめてる客、つまり ST ファンが商品を何を出てるのに必要がある。わがままピンクになりかけてる。見る方は選べるからね。未来
未来しかないと思って見てます。ありがとう。今何時？もう10時じゃん。ファンの人で整形してほしいって思ってる人誰もいないと思う。でも違うんだよ本当に。女の子のこういうのは本当に女の子にしかわからないんだよマジで。自分本当に DMM 見るたびにさ病むよ。自分の顔見てブサイクって思って。大阪の通所完売してたやん。大阪の通所完売してないよ自分。コンシングル全部、コンアルバム全部完売してません私。大阪マジで一番人多かったと思う。いやそんなことないと思う。本当にうち人多かったことなんてない。もう嫌だよ。まあいいや。もう公園の鐘キラキラしてたよ。だからもうやだ。メンバー目線で増えたの実感するの半年くらいずれるのよ。メンバー目線で増えたの実感。そうなんだ。男と女じゃ性器に対しての価値観違うよな。本当にそう。ありがとう。人間っぽいかな。じゃあ自分は何かを始めて周りが追いついてきたらまた私に何か始めるしかない。もう人数グループの時代じゃないのかもしれない。多いだろうね。政権に異論唱える人本音には政権に異論唱える本音には言い返すと思ってたってこと。いや言い返さないです。だって意見を言ってくれたんだもん。うわ、僕はかなちゃんが3期生でなければ今頃必要しなかった。ありがとう。7700人もいるから好かれてるよ。ありがとう。まあそんだけ配信してればこんなたくさんのあれになるんだろうけど。大体配信になってるけど拠点所当時なら関西もっと強くていても全部いるけど。炎上商法で打とうとしたらそうに。炎上商法がダメだったのかな。シングル1月の大阪リアル、あれいつから始まったの。待ってどういうことわかんない。大阪の通信押しましできなかったよ。できるよ。多分できたよ。普通にできたんじゃない。え私完売したことないよシングル1回も。シングルん、あ1回だけあったシングル。ん、その前か。炎上商法もやめる。炎上商法やめる。で大阪の通知押し増してきましたよ。どこもうち押し増しできる気がする。だって1回だけ完売したのは、あれうちどこも完売してないかも人生で1回も。まあでも今回のアルバムは1回も完売してないってことで、これが現実なんですよ。とほほほとほほギス。本当にもうやめよう整形したいっていうの。同じ指示何枚もいらないっていう説があります。かといって無理に明るく予想は疲れるから思うから難しいところ。でも必ず何出すか分からない魅力があるよ。なんで自分押し増しできなかったんだろう。剣持ちすぎてたからか。お肌が当日期あるならガチできた。
まだ結果を求められるとこではないと思う。焦らず今のファンは今のかなと思って。もう怖いよみんな。もう、あ、頭皮見えてる。そう、やばいこと言うかな、もう嫌い。もうやだ。嫌じゃないけど。でもやばいこと、もう。ポテンシャルはモリモリの人だと思うので、仕事は貪欲に行ってほしい。貪欲って意味後で調べてみよう。意識失わないで。まだ間に合う。でももう、いやでももうどうしよう、本当にもうどうしよう、本当にもう。なんかもうどうしたらいいか分かんない。自分がどうしたらいいのかも分かんないし、どうしたらいいのかも分かんない。そしたら静岡の地区から通っていたら金沢さんは ST で安定して活動していたのかもしれない。不可能なんだけどね、そんなことは。もう貪欲の意味わかんない。スクショした後で調べたこと。もうめっちゃ悩む、めっちゃ悩む。ハゲるって言わないで、ハゲないかも。隠すから頭皮、そんなこと言ったら。なんかもう、なんかもう、もう悩みがたくさん増えた。もっとどうしよう。もう配信終わったら相談しよう。そう、配信終わったらもう、うん、人生相談会が開かれる。ゆきさんありがとう、ドーナツ嬉しい。人生そんなもんか。芸能って思ったより残酷だった。残酷だった。じゃあ売れているメンバーが売れている理由を書き出してみて、参考にできるものを取り入れて。かわいい、だってかわいいんだもん、みんな顔が。DMM で見たとき顔が可愛いもん、みんな。私ブサイクだった。
かきさんかわいい、ありがとう。もう激しそう、本当に悩みすぎて。きょんかありがとう、泣いちゃう、そんなこと、優しいこと言われたら。うん、期待しているの、それは。もう去年アイドルしてていっぱいの会社入ったけど人気関係になった人、もうやだ。コンタクト外します。お話しか言ったら楽しいって広げて、自分のお話しか思わないのかな、楽しくないのかな。もうコミュ力ないのかな。そう、貪欲悪い方ではなくいい意味で、どこで使ったらよろしくお願い。貪欲の意味ちょっと分かんない、後で調べよう。インスタライブで人生相談会したい、もう TikTok ライブしたい。まさしさんありがとう、風船可愛いから売れる、そうじゃないから売れないってわけでもないのかしら。ふぅ、いや普通にかなちゃんの顔だったら人生も、ありがとう、泣いちゃう、そんなこと、優しい、嬉しい、そんなことを言われたら。うん、うちも人生無双したい。ビジュアル連携からカナさん自身が自分の顔を、まあこれもいいかって思える日を待ってます。いい顔ですよ、ありがとう、みんなそんなこと言ってくれて。ね、さじ稼ぎきちゃう、忘れたか、忘れてた。
しいから行ってる。歌える踊れる面白い、カナダさん楽しい、でも自分で自分が自分で自分が何とかってのが多すぎすぎて、嫌い。でも自分のことあんま好きじゃないけど、どうしたら好きになれるかも分かんない。好きじゃないもん、あんまり。まさしさんありがとう、ドーナツ。紅白とか甘く見すぎやと。すいませんでした。やはやさんありがとう。自分に弱点があると思うなら他でも似合う、大きな。中橋は毎朝から終わった方がいい。本当にさ、この人本当にもう毎日やだ、この人のコメント。この人なんで毎日来るの、毎日ブロックしてんのに。通報しよう。